まあ、声も大きいので大丈夫だと思うんですが、どうもこんにちは、時間も時間なので始めます。とりあえずここで教員をやってる、毛利義隆と言います、今日は暑いところ、暑い中、お参りいただきありがとうございます。ですね、そもそも今日の企画何なのかっていうのが、まあ、とにかく喋る人間もちょっと喋りながら考えていこうというところがあるので、すごくこう何かゴールに向かって何かを議論するという感じは全くないんですけども、ちょっとだけ僕が個人的に考えたことを話します。結構急にこの企画が浮かび上がって、もともとは宇賀谷、今日こちらでゲストでスピーカーにまで宇賀谷ひろみさんと喋っていて、まあ、ちょっと久しぶりに会いましょうかみたいな話をしていたら、いやいやせっかくだから安富さんも呼びましょうと。というのは身も蓋もないことを言うと、この3人は大学がちょうど1986年京大学経済学部卒っていう、ほとんどあんまりなんかないんですけど、あまり、しかも多くの人たちはちゃんと銀行だとか公務員だとか商社に行く中で、どうもこうよくわからない感じになってしまったというのは共通点であって、すいません、まあ、少なくとも自分の自己認識はそうなんですけど、なっていて、でなんとなくは知ってるんですけど、そんなに大学の時に喋ったこともないんですね。でとはいえ、2人の活動っていうのをずっとすごい興味を持って見ていて、あ、やっぱり86年ぐらいに京大学を見るとこういう感じになっていく人がいるんだなってなんだろうと思ってたんですよ。でっていう話で、まあ、ちょっとFacebook を使って電気つけたい電気つけましょう最初は、っていう話をしていて、それがまだ10日も1週間とかそのぐらい前で、ドタバタですね。ドタバタ でスケジュールをちょっと調整してやりましょうと。で、まあ、どっかで最初は飲みましょうとか言ったんですけど、まあ、せっかく飲むんだったらもうちょっと公開でやろうとかいう感じになり、だんだんこんなカチッとした雰囲気になり、本当はお酒出してやりたいなと思ったんですけど、IWJ さんが入ってるから、これ大学で酒飲んで宴会してるとちょっとまずいかなと急に思い出して、いやいやそこだけは自粛したんですけど、僕は宴会を企画しただけなんですけど、そう宴会をやろうか、このようなすいません、なんかみんな巻き込んでしまった形で申し訳ないです。今日はありがとうございます。でただ安富さんはまあ芸大で働いてるから、いやでも芸大っていうのは本当とんでもないところで、なんか安富さんが何か講演会をやろうとしたら途中で中止が入ったと、でとんでもない大学だみたいなこと言われ、僕多分まあなんとなく分かるんですよ、どういう感じで中止になったかとかっていうのは、とんでもない大学の事実なので、あんまそこについては否定する気はなくて、まあ、未知は結構つらい、まあ、そんなこと実際にしかないこともあるので、まあ、なんかいろいろね、とりわけ上の高知はなかなか出てきているのもあると。で、まあ、一応先住、まあ、やや偽物臭いとはいえ芸大を名乗っているので、まあ、芸大でちょっとなんかやりましょうみたいなことを言って、でしかもその時に送ってきてくれたのが、今日ちょっとお配りしている、後で楽譜もお配りできると思いますけど、サリエの歌っていうのが送られてきていて、で、まあ、こういうのを作ったとこで、せっかくだからこれを作った一緒に作った片岡美介さんをお呼びして、まあ、何か、まあ、それ絡みのじゃどういうことが起こるかとしても、まあ、ややこう演奏とかを含めてなんか披露しつつ議論ができないかっていうことをして、あ、それならまあ大学でやればピアノもあるし、でせっかく僕ら4人でやって披露し合うのもなんなので、まあ、いろんな人を起きてもらってちょっとこうどういうのとかで、まあ、ご存知の通りですね、安富さんの場合は、東大和法、原発危機と東大和法ということで、まあ、東大の中に根付く、ある種のなんていうか言語の様式というか、こう構造みたいなのをずっとやって、で、まあ、東大の、教員で稲原というのもあるんですけど、まあいればこその批判をまあしていると。経験できないです、うん。音がどうですか。あ、これで入ります。これで入ります、ね。これこの入る。はい。で、宇賀谷さんは宇賀谷さんで、まあ、かつて朝日新聞で、働いていて、それ辞めた時に、朝日ともあろうという、これも朝日新聞だからこそ、まあ、辞めちゃってからですけど。そうですね。だからこそですよ。まあ、内部というかもう、まあ、外部の批判ストローやって。でまあ、その後はでも僕は授業の中でもいつも引用している J-POP とは何かとか、まあ、岩波新書を出された本とか、そういう音楽ジャーナリスト
であり、かつまあ最近は福島にずっと行って、はい、写真家としてなんか写真を撮ったりとか今やっていて、今日も取材に来ました、うん、あのというので2人ともちょっと割共通してるのはその一種内部なり、まあ、ちょっと境界線にいながらそれをこう批判的に見るみたいな目を持っている。でこれはちょっと集めると面白いことになるんじゃないかという山っ気も働きですね、うん、で、まあ、僕は芸大で働いてるけど、まあ、ちょっとこれも言っていいんだろうけど、あのとある新書の企画で、あの芸大あ東大和法を読みましたかとか言われて、いやいや読みましたけど、どうなんですか、いやそれに関わるの芸大和法的なものを書けないかっていうオーダーがあったんですけど、ぜひぜひ、僕は気遅れをしてですね、そんなことやると僕は大学にいらなくなると思ったんで、他あのその辺はあの人間が小心者なんで私はすごい小心者いやいやいや、まああとね、やっぱちょっと難しいのは芸大ってなかなかこう美術と音楽とことってちょっと東大ほどこうはっきりとして輪郭が描けないっていうのがあったので、ちょっとまあそれはそれとして、まあもうちょっと辞める時に書きますからちょっと今待ってくださいみたいな、よくわかんないお返事をしてお伺いたんですけど、でもすごく意識はすごくしていて、例えばじゃあ芸大の中で持ってるある種の芸大的な和法だとか美術だとかで、明らかに日本の、まあこれも公言してるからいいと思うんですけど、日本の音楽にしても美術にしても、あの芸大が何か進めた側面もあるけども、同時に芸大があったおかげで止まった側面だとか、非常に保守化した側面というのが確実になるわけで、それも否定しがたいわけですよ。だからそれちゃんと本当は検証しなければいけないんだけど、なかなかこう内部的には検証する機会もないし、もちろんこれをやったからってすぐ検証できるとは思わないまでも、ちょっとそういう批判的な視点を持つことは僕にとっても大事だし、あるいは今日こういうふうに来ていただいた人たちと少しこうシェアをしながら、単にまあ制度批判をするというだけじゃなくて、まあ多少より良い何か音楽だとか、それは何を意味するかと飛ぶかとか、あるいはより良い社会を考えるとか、そういうことが少しできればいいかなというのが、うん、ざっくりとした意図。大変建設的です。いや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 、そのまああとまあちょとにかくこう3人顔合わせるのは面白いかなという感じで、そうですね、であの二川さんにこれに付き合っていただき、本当に先ほどからいろいろやってもらってますけど、で進め方なんですけども、あと今日これ中継してるんですよね。であの中の人でおそらくそういうのは好まないとかですね、仕事をサボってきてしまってるからバレるとまずいとかって人いると思うので、ちょっと勢い言ってくださいね、あの私はちょっとこれ取ってもらったら、まあ、ここにいることになってないみたいな人って多分いると思うのでその辺はちょっと配慮していただいて、今大丈夫ですか、学生未成年の学生さんとか問題あるかもしれない、ね、なんで肖像権を頼むかって問題大丈夫ですか、まあまあとにかくデモに行こう、まあ、あと、いや、まあ、そんな理由ない人映りたくないって人は、それでも全然構わないので、そういうふうに言うと聞きにくいと思いますけど、その辺はあの遠慮なく、我々もよくそういうことあるので、この場にいないことになってるので、なんかこう、映ってしまって。映ってしまうことはないけど、なんか明らかにいた形跡みたいなのを、ツイッターとかでつぶやかれたりするから。ああ、ハーゲンハスデモで毛利を見たとかそういうやつですね、うん、まあまあその手の感じですけどそれは気にならないわけでもない、はい、というのがざっくりとした趣旨です。で、2時間ぐらいあります。で、あの見ての通り、ちょっとこう映像が出たりとか、ピアノがすでに開いていたりとか、なんか安富さん、さっきちょっと言ったあのいやいや声にちょっとこう負担がかからないようなご飯の食べ方をしたりとか、結局中華を中華を何かを準備しているかのような感じなので、いろんなあのことが2時間で議論できればというふうに思ってますが、そうですね、大丈夫ですか、大丈夫です、はい、宇賀谷さん何か付け加えることありますか。宇賀谷さんはでも実は本当はオーガナイザー、こう僕はですか、そうです、あ、そうなんですか、うん、すいません、あの申し遅れましたが宇賀谷と申します。本日よろしくお願いします。フリーランスの記者をしております。あの僕はあの、毛利さんも、あの今日なんかあの火災防止のテストやってるので気にしないでください。なんか毛利さんもあの実は安富さんも僕は最初から知っていたので、なぜこの2人が知り合いじゃないのだろう、同じ大学同じ学校にいたのにと思って、でならちょっと一緒に宴会でもしましょう、飯も食いましょうっていうふうに僕は宴会をオーガナイズしてるつもりだったので、いつの間にかこのようなことになってしまってですね、今日はあのちょっと皆さんにはあのどうなることかとハラハラしてるんですけど、あの精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。それぐらいでしょうか、はい、じゃあ安富さんの方か、はい、基本的にはだから飲み会を公開でやる
でもなるほど、アルコールはないないけど、まあ、みたいな公開であるという気分でロフトプラスワンみたいな感じでやろうかなと思います。もともとそういう話でした、ね。はいはい、3人であのダベル、なんか線がこれ絡んでますね。あんまり真ん中に手すぎない方がいいのか。そうです。こっちにこっちに。そのぐらいだったら。あ、これがそうなんですね。はい。で、何の話をしようかって。でも、前に一回芸大で研究会やろうと思ってやり損なったので、森さん芸大だって聞いたんで、あ、じゃあぜひ芸大でやらせてくださいってやってきました。で、できたら上野でやりたかったんですけど。とりあえず外堀を植えるという。あ、徐々に近づいて。そうそうそう。そのうちは上野でやりたいな。抜けちゃってます。あ、ごめんなさい。入ってません。はい。で、それで、でもね、せっかくだから音楽の話をしたいと思って、僕はモーリーさんの本を読みました。ありがとうございます。素晴らしい。ポピュラー音楽と少子化。はいはいはい。で、福原さんの方はすいません、読んでないんですけど。あ、いやいや、どうぞ、気にしない。次 J-POP を言うんで、僕の本で大体まとめが書かれてるの。そうなんです。あ、そうですか。これで言って話したいって話したいって。僕、ポピュラー音楽のこと本当に知らなくて、読んでみてですね、でいくつかポピュラー音楽に関する本も読もうかなと思ったんですけど、かつてやっぱ読めなかったんですね。どうしてかというと、すごい専門用語がぎっちり詰まってて、うん、何が何だか分からない文章が多かったんですよ。で、それで断念してたんですけど、宇賀谷さんの本、宇賀谷さんちゃん、森さんの本は普通の本だったので、なるほどちゃんと読めました。なるほど。ぜひね、ポップスに関して興味ある人もない人も読みになるとすごくいい整理が、近代史の整理だったんですよね。なので、おすすめします。で、そこで何が書かれてるかっていうと、結局ポップス、なんかまず面白かったのは、なぜポップスに関する文章がわけわかんないかちゃんと説明してあって、みんな過剰に音楽が好きで、それをいかに自分がそれを愛してるかしか書いてないっていう構造になってるみたいで、でそうすると、その同じくハマってる人以外は、何を書いてるか分からなくなるということではないかと思ったんですけど、で、でも、モーリーさんの方は、まあ、私が音楽に対して持ってる感じとすごい被っているところがあって、それはその資本主義、まあ、資本主義というかどうかは別にして、この現代社会っていう中で、ポップ音楽というものがどういう作用をしていて、どういう機能を、どういう機能を見ていて、そしてそれがどういうようにして影響を受けて、音楽は音楽だけで存在してるなんてのはないわけですよね。人間のコミュニケーションの一種なので、人間のコミュニケーションで出来上がってる社会の一部だし、社会から大きな影響を受けているので、その相互関係が非常にきれいに成立されていたように思いました。なので、とても面白かったんですけど、ありがとうございます。でもね、それでもやっぱりその、いくつか引っかかった点があって、それはやはり学術賞なんですよね。なので、学術賞に出てきていい人だけが出てきている。学術書に出てきてはいけない人はちゃんとやっぱ排除してあったんですよ。例えばだからアドルノはいいけどフロムはダメとか、ガンジーは出さないとか、ガンジーはそんな考えなかったですね。でも、考えてないというか、だからガンジー向きで現代思想を語らないと思ってるんで、だけどアカデミズムの文脈の中ではガンジー研究とかインド研究以外の人はガンジーに触れてはならないっていうルールがあるんですよ。おールールなんだ。ルールなんですよ。でそのガンジーの非暴力思想とかそういうものに言及したらならないとか、それからその、宗教性っていうものに関しては基本的に、触れないとかですね、いつかのタブーがあってやっぱりきちんと守られてきたの で、 あでそれはやはりお約束がある、うん、芸大魔法社会学のルールじゃないですかね。で僕前に哲学者の古賀徹さんって、はいはいはい、九州のね、はい、私はアドルノやってる。そうですね、僕は合理性の、暴力、理性の暴力とも私たちの編集してる魂の松正義がそういうふうに書いてくださったんですけど、はいはい、それで最初の彼の原稿もやっぱりその記録がきちんと守られてたんですね。でなんで守るのそういうルールみたいなことを聞いたら、そのフロムに関して思い出したことがありますので、それは何か大学のゼミで彼が学生時代に誰かがフロムの話をちょっとしたんです。そしたら先生が玄関にですね、フロムは二流だって言って怒鳴りつけられて、それ以来フロムには一言も言及できなくなったんですよ、ね。でだからやっぱそういうふうにちゃんともうこう教育なされてるんだなっていうのが面白かったんですけど、であとそれから私がすごく
興味深かったのは、あの日本の音楽に関しては栗木仁志とクレイジーキャッツに関する言及なかったんです。知られてました。それだからなんかそれが入らないんだと思うんです。例えばだからジャズとかマンボとかそういうものがたくさん入った後にロックが入らなかったのはなぜかっていう問題を議論されたんですけど、多分あれ植木仁志のせいじゃないかと僕は思ってるんですけど、クレイジーキャッツがものすごい、はい、支配してて、しかもそれはすごいこう自由とか明るさみたいな、バーンって遊んだ音楽だったので、それでロックはそれに適応できなくったので、入り損なったんじゃないかとかって思ってるんですけど、そこそういうあたりがこう抜けてたんです。だからそこを抜かさないとどうなるのかみたいなことを聞きたいなと思って。あともう一つはマイケル・ジャクソンがやっぱり取り上げられなかったです。マイケル・ジャクソンはね思想としてそう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 。でマイケルもやっぱりあんまりそういうふうに正しい、ポップルファンはマイケル・ジャクソンのファンになってはならないみたいなルールがやっぱりあるような気がしてて、ありますね、それはですよね。あるある、やっぱストーンズのファンであるのは余裕が、マイケル・ジャクソンが好きだって言ったりするのはもうあえて言ってもらえないけど、ここはポピュラーのファンではないというスタイルがあるよね。ありますよね。でもマイケル・ジャクソンは現代思想がマイケル・ジャクソン特徴だと書いて出した時は書きましたよね。割と長い文章。そうなんです。マイケル・ジャクソンどうお考えですか？すごい好きですよ。あと好きになった理由って割とはっきりしていて、まあ、イギリスなりアメリカでいわゆるアフリカ系の学者とかに会うとみんなマイケルすごい褒めるんですよ。でそれちょっと意外な感じがして、日本だとやっぱり変な人だと思われてるんですけど、とりわけ後半、なんていうかな、少年を愛したりとか、肌が白くなったりとか、いろいろなこう変なコレクションしたりとかっていうのがあるから、こう変な人間として扱われてきたんだけども、すごいリスペクトがあるっていうのにちょっとこうびっくりして、でそれは何なのかっていうと、やっぱりその特に初期の頃 その彼がやってきた一種人種闘争みたいなものとか、あと PV で長いのが多いです、割と長い。でもちろんスリラーってすごく有名なんですけども、その後のやつでもずっとこう人種闘争みたいなことを繰り返しやってるんですよね。で現代史に書いたらそういう話なんですけども、でも結構頑張ったんじゃないかと、っていうのが、僕の評価です。僕基本的にポップスは割と好きなんですよ、マイケル・ジャクソンとかマドンナとか、だからまあすごいいいなと思ってますけどね。その例えばマイケル・ジャクソンに言及したと思ったら、どうしてもガンディとか、そのキングの運動が出てきますよね。そういうような流れの上にあるので、そういうことに、そのいわゆる非暴力とか公民権運動みたいなものと、そのポップスの関係っていうことを考えるのかなと思ったんですけど。じゃあそれはだからマイケル・ジャクソンはやっぱりそれは本気で平和とか考えてた。だそれは結構滑稽なところもあるんだけど、面白いと思ってます。国慶というのはどういう、やっぱりなんだろう、例えばそれキングなんかがしていた時代とは全然違うんじゃないですか。そんなに素朴に平和とか言えないような状況があるでしょ。でとりわけやっぱり例えばブラックカルチャーみたいなことを言うと、特にヒップホップが出てきて、でマイケルは古びて見えるわけですよね。それともう一つはヒップホップが出てきたっていうのと、マルコム X 的なというかブラックムスリムですよね。キング牧師のああいうキリスト教的なある種の平和感に対して、要するにそこでは変えられないっていうところでブラックムスリムはものすごく力を持ってくる、マルコム X とか。それは、一種の非暴力ではなくて、むしろ暴力っていうものが知性である限り働かなきゃいけないっていうのが、例えばマルコム X とヒップホップによって導入されたとすると、マルコムってそこで力を持ちえなかったと思うんですよ、うまく。マイケルはね、マイケル・ジャクソンって、それやっぱ1980年代の終わりから90年代とか。そうですね、なんかそうかなという感じがあって、暴力感っていうのがすごい、つまりリアルな思考であるためには、暴力っていうものを前提に考えなければならないというような、そうじゃないと能天気に見えるっていう。そうそう、それが考えがあるんじゃないですか。はっきりしてるし、今日のテーマでも音楽、音楽の暴力と暴力の音楽っていうテーマにしたのが、僕それ他のもあったんですけど2つぐらい案を出してくれて、僕はその音楽と暴力と暴力の音楽やりたいっていうのは、やっぱりちょっと僕は結構そこにすごい関心もあるし、暴力、暴力の音楽っていう論文も一つ書いてるんですね。あ、そうですね。それはで、それはやっぱりその基本的に僕は暴力がいいとは全く思ってないけれども、なくならないと思ってるし、あるところでそれが発動する契機がないと力にならないと思ってるんですよ。それは多分今だと例外的だとは思うんだけど、いやいや、
要するに暴力はいけませんみたいな言説がすごく多いわけですよ、うん、で暴力はいけませんという言説とそのガンディのような非暴力思想というのは全く違いますよ、うん、もちろんそうなんだけども、でも実際問題してあの例えば国家っていうものをその定義で、うん、やっぱ暴力を独占的にこう有するものとして国家ってなるっていう議論があるじゃないですか、若山さんみたいな研究なんだと思うけども、まあ、あるいはそれは別に若山さんなんか挙げなくても政治学の中でも暴力をこう独占的に有するものとしてもあの国家っていうのがあって、それに対して対抗的な暴力をどう考えるかって設定ってずっとありますよね、うん、でも一般してこう言われてきてることっていうのはあのいやいや暴力はとにかく暴力だけは使ってはいけないと、うんうん、要するに暴力だけは与えられない、民衆には与えられないっていう形でこうルフしていて、さっき の, その、まあ、ガンジーにしてもそうだしキングにしても彼らがやってきたことっていうのはあのそれとは違って、その非暴力を出すことによってある種の、まあ、権力の暴力性を明らかにしていくっていうことだとは思うんだけども、うんうん、でも実際にそれは例えばさっきのキング牧師の典型だと思うんだけども、それはキリスト教的な考え方でいうとまさにその非暴力であること自体が美徳として称えられて、うん、だからこそ彼はアメリカのスターになっていくわけですよね、アメリカを代表する、うん、でもそれは同時に従順な黒人みたいなものを、うん、の中にこうカメラでていくような、キングは全く従順ではないですよね、うん、だけどそれはキングの問題というよりはやっぱりそのアメリカの黒人政治をめぐる問題としてそこだと思うんですよ、だからあの、うん、ガンディ の, あの運動の運動は非暴力的抵抗運動なので、うん、非常に従順ではないんですよ、ね、ただやっぱりその公民権運動の60年代が最終的にでもじゃあ80年代から90年代にかけて黒人の貧困がなくなったかつなくならなかったし差別もなくならなかったでしょ、でその時にブラックモスリーが力を持ってくるのは結局キング牧師的な非暴力運動が最終的に機能しなかったんじゃないかっていうすごく反省があった、だそれはキングが実際にどうだったっていうのはちょっと違う議論だと思うんですよ、だからそのそうなんですよね、あの大きな問題としてその暴力的であるかどうかっていうのと、うん、あの服従を受け入れるかどうかっていう問題が、うん、ちゃんと切り分けられないで議論されているんじゃないかっていう、うん、でガンディの言う非暴力的抵抗っていうのは極めて服従非服従であってかつ非暴力っていうところなんですけど、その多くのですね、日本の文章でよく出てきていつもおかしい、面白いと思うんですけど、ガンディの無抵抗主義っていう人が多いんですね、でガンディが無抵抗主義ってもう腹抱えて笑うぐらい面白いんですけど、でも非暴力主義っていうのはなんか抵抗しないで妥協を求めるような運動だっていうふうに理解されることが多いような気がするんですけど、実際に展開されたのはそうじゃなくて極めて非妥協的でかつ非暴力っていうことなんですよね、でキングもそういうふうな運動だったとして理解してるんですけど、そこなんですよね。であのでガンディは臆病と暴力であれば私は暴力を取ると言っていて、で非暴力は暴力よりもさらに勇気のいることなんだっていうふうに言うんですよね。でだからその現実的であるっていうリアルだって、まあ、さらに面白いことを言うのはガンディは政治は力でするものだって言っていて、で暴力は力が弱いから私は採用しないんだって言うんですね。だから そこの問題が実はほとんどなんかいわゆるリアリズムと称するっていうか、まあ、政治学とか社会学ってリアルじゃないといけないと思うんですけど、そこでその暴力を非暴力とかいうのはもうリアルでないっていうふうにしてこう排除されてるような気がするんですよ。なるほど。スパイク・リーの映画でね、ジョーザライシングっていうの映画があって、それは僕割とこうブラックカルチャーとかに割とガラッと入っていく一つのきっかけになった映画だったんですけど、89年の。それは最終的にまあニューヨークの街が暴動で終わっていくような、要するに黒人と白人が結局分かり合えずに暴動で終わっていくような結末になるわけですね、で最後に2つの言葉が対比されていて、キング牧師とマルコム・X の2つのすごく有名な言葉です。キング牧師の方は要するに暴力というのは何も生み出さないということをやり、でマルコム・X の方は要するに、抵抗のための暴力は暴力と呼ばないと、それは知性であるというふうにやるわけですね。で2つ並べてるっていうのはそれなりに意味があって、結局そのスパイク・リーはどっちも取るというか、要するにどっちも必要だっていうことで最後提示するわけ
だと思うんですよ。で、それは実際さっき言ったその暴力の音楽の中でも書いてあったけども、音楽が忍び込んでいくっていうのは、多分それ両方を取るっていう時に、音楽っていうのはなんかある機能をするんだと思ってるんですよね。で、そうじゃない時にどちらかにこう寄ってしまう。例えばどちら暴力だけに寄ってしまうとか、あるいは非暴力だけに寄ってしまうっていう時に音楽は流れないし、それは多分政治的な力を持ってこないだろうと思ってます。で、別にそんなに音楽をこうなんかロマンティックに語る必要はないと思うんだけども、スパイク・リーとドゥ・ザ・ライ・シングっていうのは一貫して、なんだっけ、パブリック・エナミーがずっと音楽をやっていて、まあ、割とヒップホップの一番いい時期ですよね、最後の時期だと思うけども、っていうのがうまくそうしたこうメッセージの中で出たと思うんですよね。でその後彼はマルコム X を撮ることによって、映画としてマルコム X を撮ることによって、その2つのうちの1つの選択をしていくと、要するに暴力がやっぱ必要だって選択をメッセージの中でしていくわけですよね、キングを捨てるみたいな感じで。でこれ今の話で言うと、その多分自分自身が興味がある、まあ、その両方が共存するようなあるテンションっていうのがあって、だから暴力が、非暴力の中に、多分キングの中にある種 その抵抗側面があったとか、ガンジの中にあったっていうのは、僕はそれは本当そうだと思うんだけれども、多分それが実際のポリティクスの中に入ってくるときに、牙を抜かれた形で、あたかもその非暴力自体が目的化していくみたいな側面があって、そうすると、それは結局のところ、服従にしかならないんじゃないかっていう。結構、あれですね、音楽で言うと、そのドミナントみたいな、テンションノートみたいな、キューってこうなんか不協和音があるから、なんかこう、お湯に入って、はぁーみたいなあったりとか、寒いところ、天ぷらって言って、またお湯に入って、はぁーみたいな、まあ、暴力っていうのか、なんかじゃなくて、ある種の抑圧があってっていうのがあって、なんかドラマができるってありますよね。すみません、アカデミックな会話のところに、私のような、バスへの人間がちゃちゃ入れて恐縮なんですけど、皆さんの話を聞いてると、90年代から2000年にかけてアメリカで生活した私としてはですね、すごく懐かしい話だなという感じがしまして、というのは90年代から2000年代にかけてアメリカの黒人社会では完全に主流派に、ですね、まあ、アファーマティブアクションという制度がありまして、いわゆるブラックミドルプラスというのが大量発生したので、もうほとんど黒人イコール貧しいというステレオタイプ自体がもう死んでしまったんですね。その例えばさっきマイケル・ジャクソンの話が出て、僕思ってたんですけど、マイケル・ジャクソンというのはマイケル・ジャクソンとしてデビューする前にジャクソン5でスーパースターでして、月の小遣いが12歳で1000万円あったという超金持ちなんですね。でそんなクソ金持ちに貧しい、当時ね、70年代後半まだ貧しかった黒人の大半は全くアイデンティファイしてないんですよね。で彼らのヒーローっていうのはそのヒップホップスターだと思います、80年代後半で。マイクル・ジャクソンだったら金持ちの白人化した黒人という位置づけだったわけですね。で僕そういう現実から来たもんですから、で90年代はもうアファーマティブアクションは廃止しろと、黒人差別は終わったという時代のアメリカを僕は見たもんですから、若干なんか話、まあ皆さん歴史的なことも含めて研究してられるんでしょうけれども、若干なんかもうその時代は終わってるんだけどなという感じもします。それはもちろん私の罵声の議論なんですけども、いやいやいや、どうなんですか、だからそう、私はだからそれはつまり取り込んだってことですね。取り込んでしまった、主流の中に入ってしまった。だからオバマが大統領だからね、うん、だからそれはでも抑圧されているって、人種差別みたいなものが存在するっていう場面においてのみ、人間のその魂を踏みつけられるっていう関係が明瞭に見えますよね。だから黒人暴動が、一番最近爆発したっていうのはロドニー・キング・オーダ事件っていうのがロサンゼルスが92、93年ぐらいですかね。あの時に要するに、まあ、ロサンゼルス PD のお巡りさんに、黒人の人がボカボカされたのをビデオで見た人たちが怒り狂って暴動を起こした、あれは多分ね、大規模な黒人暴動の最後じゃないか、暴力の発動という点では、その場面、だから暴力に関しては何ですかね、今の日本社会なんかは見えないんですよ。私たちが受けている暴力っていうのはインビジブルな暴力です。ものすごく巧みに異文化された暴力ですよね。で今もおそらく黒人のミドルクラスっていうのはその異文化された暴力の世界の中に暮らしていると思うんですよ。でそういう空間にいるときには、ね、暴力っていうものが見えないんですよね。抑圧っていうのはよく見えなくなって、でそこで展開、そこにその場面において思想を展開するのは非常に難しくなる。なるほど。それに対して人種差別とか、あるいはその植民地支配みたいな空間には、抑圧とかがもう
露骨に見えますから。なるほどなるほど。そういう場面でもなんかあのまともな暴力に関する思想思考っていうのが展開しやすいんだと思います、うんうんうん、だから20世紀で、まあ、暴力論ですごい一番大事なのはあのフランツ・ファノンだと思いますけど、うんうん、それがガンジの非暴力論とかっていうようなものはあのまさにそういう場面だから露出するわけですよね。なるほど。でだけどそれが実はものすごい一般性があるのは私たちも日々ものすごい暴力を受けて生きてるっていう日本人、うん、だけどそれはものすごく微分化され隠蔽化されてるので見えないと、うんうん、だからでもそこで生じているプロセスそのものは何も変わらないので、うん、なのでその、それいわゆるその抑圧された場面において思考した人々の思考が私たちの日常にものすごく重要な役割を果たすっていうのは私の感じることなんです。なるほど。微分化されたってすごいいい言葉だと思うんですけど、もうちょっと分かりやすく言ってもらって、例えば、あるいはその、構造化されてる、あるいはその不可視化されてる、不可視化されてるね、うん、もうちょっと言うとあの意識の中に埋め込まれてる、またこのバスへの議論で恐縮なんですけども、その僕らが日々さらされてる暴力と音楽ということで僕は今ふと思い出したのはね、今年あれなんですよね、ビーチパーティー、湘南地方のね自治体でビーチパーティーを禁止する条例を作ったのがすごく多いんですよね。要するに浜辺でレブパーティーやるのやめろっていうそういう条例を作ったのがすごく多いんですね。でその要するにその、まあ、静かに海で遊んでるんだったらいいと、だけど音楽かけてね若者どんちゃんやってるのは許さんというそういう話なんですよね。でこれは明らかにクラブカルチャーを要するにクラブでダンスすんなと、というので取り締まり始めた警察と発想が似てるんですよ、うん。で何を言いたかったかというと僕は安富さんがおっしゃることで最もだと思ってるのは、要するにその黒人社会もそうやってお金持ちになってね、ブラックミドルクラスになった人たちが、君たちはもうアメリカ社会の主流だからね、ガサッって言ってその不満からね、君らは不満から関係ないでしょっていうところにこう引き込まれるわけ、でクラブカルチャーだってね、あれは僕たちと連続した人たちの文化のはずなのに、あれは脱法ドラッグを使ったり、そうそう、なんかね、半原発でデモをやってる、太鼓叩いてるおかしな連中の文化だから、あんたたち善良な市民と関係ないでしょっていう問題したわけでしょ。そう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 。あれはものすごい露骨で、悪質で、しかも自分の目の前で今年の夏起きたから、頭に来たのね。はいはいはい。すごい、だからそういう意味では、その安見さんがおっしゃった、そういうその、なんていうの、魂の発動の場面って、今目の前で進行してるんですよ。今だから皆さんね、茅ヶ崎とか鎌倉とか海岸行かれたらその条例を目の当たりにすると思うんですよ。だ今それは現在進行形ですよね。そうですね。正直言うとだからそのやり方はやり口はすごい簡単っていうか、うん、まずごくごく一部の人にターゲットを絞ってその人たちを見せしめにするわけですよね。なるほど。でその見せしめにしておいてそのパワーでちょっとずつ命令をしていくわけです。なるほど。これ聞く？これ聞く？君はこれ聞くか？うん、従うかってこと、従うかい、うん、いうことを聞くかいって言って、うん、日々ちょっとずつそういうふうに、受け入れないといけない小さな歪みっていう矛盾っていうか抑圧を日々積み重ねていくんですね。あでこれが積分していくともうその人の魂が全く作動しなくなるところに持っていくことができるっていうのが微分化された暴力ですね。ちょっと会議室ですか。なんか立って2時間喋らないですか。なんか立って確かに喋り始めてどっかで座ろうと思ったんだけど、ね、なんかこのまま2時間立ってとかだと劣等しないような姿に明らかになんか劣等賛否化してますね。確かに分かんないけど分かんないです。劣等賛否とか分かんない。死んじゃいましたし、死んじゃいましたそんなこともますます分からない。例えばこれでもさ、そのいやだからさ、ごっそりっていうことで言うと、ああいうクラブカルチャーとかね、ああいうブラックミュージックの多分一番思ったのは今エグザイルを持っていっちゃったと思ってるんですよ。エグザイルってあのエグザイルですか。あのエグザイルですよ。やっぱだからあれはやっぱダンスカルチャーとブラックカルチャーのすごくうまく商業化されたものとしてあって、うん、おっしゃる通りですね、うん、そういえばそうだ、うん、で、なんかあの辺がごそっと持っていって、うん、エグザイル入るか入らないかあとはその本ですごい面白いなと思ったのに、うん、アドルノ のポップミュージック批判っていうのが、うん、1世紀経って通用し始めてる。なるほどなるほど、うん、まさにそうですよね。つまりこの微分化された暴力で埋め尽くされた世界の中で流行するものっていうのは、うん、結局その微分化された暴力を正当化するものでしかなくなっていて、うん、それをはみ出すものっていうのは一切メディアに乗らないようになるっていう。なるほどなるほど。
だからこうなんていうか商品化できる不良とかね、商品化できる悪い人、そうですね、それ面白いですね、うん、商品安全な不良、安全な不良でエグザイルってそういう感じだった、うん、そう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 ですね、安全な不良ですね、うん、安全じゃないのかもしれないけど、ね、そうすると浜坂闇なんか安全なヤンキーとかそんな感じですかね、そうですね、あ、そうだからその安だからそれはあのあのサンテクジュペリがあの X 将軍の手紙っていう、うん、ありましてね、それはあの黒人の王子様のさ、そう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 、うん、彼がその戦場からね、あのある将軍に宛てた手紙で投函しなかった手紙なんですけど、それすごい重要だと思ってるけど、彼が言ってるのは、現代の社会において私たちは全員ね、去勢された上で、あるいは手足を断ち切られた上で自由にしてよいと言われてるんだと、なるほど、でそれがすごく道徳的に正しい姿だと思い込まされているっていうふうに、ね、指摘していて、その通りやね、うん、それがそのアメリカ文化っていうものから非常に強く牽引してるんですよね、おそれはその、まさにその奴隷化された状態、つまり手足をへし折った上の自由の中に大量の商品を突っ込んで、うん、その家畜、人間を家畜化してしまう、そういう思想文化文明なんだと、うん、それが全世界にこれから広がるっていうことはドイツに勝った後にこそ大きな問題に人類直面するって言って生きたんですね、で星の王子様っていう作品は僕も正直星の王子様の本で出すんですけど、おあの星の王子様について書いた本、書いた本です、星の王子様あの誰が星の王子様を殺したのかっていうタイトルで、うーん、オラルハラスメントのトゲというサブタイトルなんですけど、すごいなもうすごい生産力ですすごいねその中で、まあ、サンテクジュペリのエクス将軍の手紙に書かれてるメッセージが伝えられてるんだと僕は思っていて、でそのシステム化、ものすごくシステム化された労働、微分化された労働ですよね、何やったか自分の個人が何やったか全然分からないような労働をして、家に帰ってきたら、その何らかのダブサミをその既製品を与えられて、それを消費し続けてっていうことをぐるぐる繰り返すような生活っていうものがアメリカ文明で、それが全世界に広がり始めているっていうことが、彼が最も強く警戒したことなんですね。あ、だけどそれまんまに今日の日本まんまですよねなのでだから星の王子様っていう本は それがしたらメッセージなんですけど、あ、なるほどね、その手口が全部書かれてるんですけど、うん、いやちょっとポップミュージックの話すると、イギリスのパンクロックの時代にあった経済状況って、はい、今日本に全くそのまま移ってきていて、だからイギリスのね当時のパンクロックの歌手とか今聞くとものすごく日本リアルなんですよ。あ、で僕が70年代後半好きだったあのパンクバンドっていうかポストパンクですね、ギャング・オブ・フォーというバンドがありまして、はい、その中に「To Hell with Poverty」という曲があってですね、うん、貧困で貧乏で地獄へまっしぐらというすごい歌があってですね、その中に、まあ、俺たちは全員その貧乏で地獄に行くんだっていう曲がですけど、その中にどうしてるかというと、その人たちは毎日ファクトリーで働いてるんだけれども、そこで作っているものが何一つ自分たちのものにならないって言ってる、ね、そして最後夜俺たちはチープワインで安酒で酔っ払って寝る、その繰り返しだって書いて言ってるのね。でこれって今の日本の非正規労働者の日常そのものでしょ、ね、非正規労働者で雇われてどっかシャープの組み立て工場行って組み立てて、で帰りワタミで酒飲んで、でワタミの従業員もこき疲れて帰って寝るだけですよね。その生活がそのまま来てると、すごくその全世界的に広がってるね、それこそ新自由主義経済ですよね、というのがその本当にグローバル化しちゃって逃げ場がないんですよね。逃げ場がなく世界を満たしてしまって、ある意味でその25年30年遅れで日本にそのイギリスアメリカ的なその経済様式っていうのが来てない、その後その人間の生活もほぼ類似したというか相似形になってきたというね、そういう感じがするんですよ。その経済、その貧困の問題と、うん、今 の, その手足をへし折られてる問題とはまた僕は違うように思っていて、うん、あ、それは違うと思 う, そう、だから理由がよく分かんないんですよね。なんで、うん、その貧困な状態で働くっていうことにこだわり続けないといけないのか、あ、他に道はないのかっていう時に、他の道は一切想像しないっていう方が怖いんだと思うんですよね、うん、すみません、それはその労働をやめるということでしょうか、他の道で、例えば朝日新聞で入って、うん、その辞めてフリーターの変なジャーナリストになるって道を普通考えないじゃないですか。考えないんですかね
考えるやつおったらやるでしょ。あ、そうですね。僕いつやめようかいつやめようかっていうそればっかり考えたんですよね。で大半の人は、その他の中からのある僕高校あのある高校で講演した時にあの女の子がいい男が来てくれて、はい、なんかものすごい狭いレールの上を直線に進んでいるような感じがするんですって。でそのまあそのそこから落ちたら終わりのような感じがするんですって。だから先生が言ったようなことってできないんですって言うんですよ。でそれは私 あなたは東大の教授とかになってるからそういうレールから降りようとか言えるかもしれないけど、はいはい、私のような高校生にはできないって言うんですね。で僕はだから彼女に言ったのは僕も高校生の時は、まあ、全く同じ感覚がした。なんかこんな狭いレールをそこから先で段階全部スペースマウンテン、スペースマウンテン、あれスペースマウンテンってあの日本人のその生活を表現してるから人気あると思うんですね。あ落ちたら死ぬ真っ暗の中をガーッと出していて走り出すんですよ日本人はみんなね。それでユニバーサル・スタジオ・ジャパンとかあの辺が、あのスペース・マウンテンあのディズニーでもすごい人気あるんだ。あれは日本人の生活を表現してるからと思うんですけど、なるほどね、落ちたらもう死ぬ。そうそうそう。でも本当は、うん、で全然彼女に言ったら僕もそう思ってた。で東大の教授もみんなそう思っとるよ。あ東大の教授辞めたら俺はもう死ぬ。なんか東大の教授がわあ男性の横を走ってんですよねみんな。そうだな、東大スペース・マウンテン。だからどういう風になるかって言ったら、例えばこう真面目な先生とね、机の上にダーッ抜きずりいっぱい置いてあるんですよ、本とか。抜きずりと本とダーッ積んであるんですよ。あーうわー読んでるんですか、毎日。なんでか言ったら、なんかそのいっぱい送ってくるわけですよ、その友達とか、いろんな。あそれ読まないでほっといたら、なんか後で次学会とかの時に、読んでいただきましたって言われるから、面白かったよとか言ってあげないといけないじゃないですか。あどうしてですか。いや僕は実は読まないんです。そうでしょ。なんで読んでるんですよ、すっごい。あそしたら「どうしました?」って僕で「面白かったです」って言って後はごまかすみたいな。ごまかすかそういう作戦に行く。学会に行かない。学会に行かない。聞かれないんですよ。所属なし。所属学会なしなんで。ああそうなんですか。そうですよ。それと何か損があるんですか。何もなかったですね。何もなかった。東大の教授になりましたしね。保険に当たってるし。保険に当たんなかったですか。急に当たってるし。そうですか。大型の基盤 A とか僕取りましたしね。今何年か前ですけど。やりたい方だじゃん。やりたい方でしょ。だから学会も一つも入ってないんだけど、ちゃんと東大教授もなるし、基盤 A も取れるから。大丈夫なんですね。大丈夫なんですね。大丈夫なんだけど、そんな風には思わないんですね。だから東大の先生なんかも、もう例えばだから、ある先生が僕はこう博士号の審査をするので、ダメな日、罰してくださいって言ったら、なんかすっごいいっぱいパツ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 とかってパツだらけなんですよ。そんな忙しかったかなと思って聞いたら、この日は次の日に授業があるので午後は使えませんとか言うんですよ。お前何年授業やったんだよ。授業の用意なんですね。そんなにクリエイティブな授業したからですか。してるわけないですよ、ね、してるわけない。授業なんか用意したらクリエイティブにならないですから。ほんまですよ。いや、全然、なんか滑稽ですけど、ね、それで、なぜかって、冷静に考えればそうなんですよ。東大生に授業するって結構緊張するじゃないですか。で、皆さん、東大生に授業するって言われたら、どうですか。ちょっと緊張しますよね。そうでかもしれないね。ね、どうしましょう。東大生、自分よりもしかして頭いいやつ、何人かいるかもしれなくて、俺は教材だからか分かんないけど、東大で非常勤やったことあるけど、ああ、こいつら東大入ったんだと思って。物が入んなかったから。そう、そうあれすごいシンプルに、そう考えますね、僕はそこは謙虚だから。本当、いやこいつらの大半は童貞やろうなと。そうそうそう、そういうことか。ごめんなさいね。いや、この人たちは違うでしょ。違うです。あ、いや、ほんでだからすごいプレッシャー、それからもう50歳ぐらいの人なのに、週3日ぐらいの授業の準備で潰れてるんですよ。それで抜きずり読んで授業の準備して、で学会誌とかに論文書いたらもうスペースマウンテンですよね。あやめたらええやん、そんなんで授業準備はせんでええねんって言ったって聞こえないですよね。ああだからそれ分かるような気がする。ね、今パッと思い出したんですけど、僕朝日新聞辞めたんですよ。で辞めて、先ほどその安住さんがね、朝日新聞を辞めてフリーになるという発想がほとんどの人はないでしょっていうふうにおっしゃってね、そういえばそうだなと思ったんですよ。僕の1986年入社、
同期生60人のうち辞めたのは僕とあと1人か2人ぐらいかな。すごいですね。すごいですね。あとの2人は弁護士になったのかな。全然変わってないですね。変わってないですよね。そういう意味ではね。だからスペースの本店だった感じ。違うね。より大きなスペースもあるんで。ディズニーから UFJ に行ったみたいな。そんな感じだよね。だから僕みたいに完全自由業でずっと自由業でライターやってるのは僕ぐらいなんですよ。あすごい話ですよね。今ね、ふと思い出したんですけど、要はね、辞めるということ自体がその組織のへの裏切りだとみんな思ってるわけね。つまり僕はあの例えば朝日新聞辞めて朝日新聞の批判本、日本の新聞報道の批判本まで書いたんだけど、あの会社の友達時代の友達の宴会とかにやーやーとか言っていくわけですよ。そうするとみんな何しに来たんだこいつみたいな怖い、もうこんな顔じゃない、お前何しに来たんだって嫌がらせですよ、嫌がらせですね、どうもどうもとか言って僕はあの会社公認のあの社友会会員ですからとか行くんですよ、ただでご飯食べられるから行くんですよね。行くんですけどすごく嫌がる。でそもそも僕みたいな人間は裏切り者なんです。でみんなね、僕行くと僕の、あ、宇賀君君はなんだ会社に後ろ足で砂をかけて辞めたそうだねって言われて、いやそんなことないですよ、僕はこれから朝日新聞とか日本の報道が良くなってほしいと思っていろいろ提言を書きました、このものを変えて君は何だとか言ってますで、だけどどこが行けなかったんですかって教えてくださいって言って言うと、その人、うん、読んでないけどって言うんですよ読んでないんですかって言ったら、読んでないけど君はけしからんだって言うんだよね。で何が何だか分かんない、それジャーナリスト、面白いネタですね。面白い面白いですよね。それぜひ報道してください。報道してやるタイプかな。この人らって 何言ってるんやろと思ったら、別に僕のライフスタイルそのものが彼らの価値観に対する反逆である、否定であり、そんな意味で僕裏切り者なの。僕がフリーで生活ができてしまっていて、僕今年で辞めて10年になるんですけど、もう福島に好きな時に取材に行って好きなところで取材して好きなことを書ける、ものすごく毎日楽しくて楽しくてしょうがないという人生を送ってるということそのものは彼らにとって裏切りであり脅威なんですよ。彼らにとってオルタナティブな人生があったんだということを見せられること自体が彼らにとって最大の裏切りなんですよ。そう、それね、あの、うん、昔あの前にもどっか喋ったと思うんですけど、あの NHK でね、うん、あのロシアのラーゲリの、ラーゲリだから強制収容所の番組があったんですよ。でその人はあのこう何も悪いことしてないのに、なんか密告されて、はいはいはい、で10年の刑とか、はいはいはい、強制労働10年とかやって、で10年間終わったらまたもう10年とか言われて、はいはいはい、で最後、まあ、それで確か出てこれなくて死ぬんだと思うんですけど、そこにその家族がね、その差し入れを送るんですよ、はいはい、そしたらその手紙があって、その差し入れにありがとうございましたと、でもこういうものを送っていただくと、もしかしたら他に私の人生があったかもしれないと思ってしまって、それがとても辛いのでもう二度と送りにならないでくださいっていう手紙が来るんですね。切ないですね、その気持ちは分かるんですけど、うん、それと朝日新聞の社員と全く同じですよね。全くでしょう。でね、それがね、あの実はこの間ちょっとあの私あの裁判官をあの途中で辞められた、内部を批判したあの、まあ杉博さんという、今明治大学の先生をしてらっしゃるんですけど、あのいらっしゃって、ちょっと講演を気に入って、まあ、話をする機会があったんですけど、あの彼はそのあれなんですよね、裁判官時代に、自分がいい判決を書きたいというので、いろいろこう法律研究をして、あのそういう、まあ、決して、反体制的ではない、裁判所のお墨付きをもらえるような学会誌にこの本を出すんです。それ自体が最高裁から睨まれて、お前何やってんだと。と言って東京地裁の、あるいはあの東京高裁の所長から呼び出されて、君はね、裁判集中してないんじゃないのかと。と言ってね、散々嫌がらせをされるって言うんですよね。であれだって言うんですよ。でね、別に批判なんかしないんですよ。真面目に勉強して論文書いてるだけで、君は実務に集中しないと。でも要するにね、最高裁の意向通り、最高裁事務局の意向通りの判決書いてるいいんだと、つまり自分で考えるんだ、考えるんだと、判決書く役人で決めいいからというメッセージを毎日浴びせられるわけです。で彼はやっぱうつ病で倒れて辞めてしまうんですよね。でね、何が言いたかったというと、正義さんがその書いた本がね、絶望の裁判所という本が講談社現代新書が出たんですが、そこにまさに私はラーゲリから脱走してきたって書いてあるんです。おすごいすごい。だから私が言うその微分化された暴力が証明されましたよね。そうなんですよ、そうなんです。だから強制収、ソ連の強制収容所と朝日新聞と裁判所は同じなんです。ラーゲリだ、同じなんですよ。だからそのラーゲリは明らかにすごい暴力
そうですね、横八のって構成されてますから、うん、朝日新聞も、そうそうそう、東大も、そうそうそう、裁判所も同じ暴力で構成されてるんです。ちなみに裁判所も朝日新聞社もあの東大の卒業生がすごい多いと思うんですけどもね。東大の巣窟ですよね。巣窟ですよね。カルチャーというか募集団が一緒ですよ、ね、うん、だからそういうところにその微分化された暴力っていうのが現に存在するわけですね。そういうことで微分化された暴力ね、まさにそうですね。でそれでその中で、ね、その考えようと思ってももう考えられないんですよね。考えること自体許さないんですよ。でしかもだからラーゲリだったらもう考えると思うんですよ、まだ。あだけどそので、裁判官で東大出て裁判官だったり東大出て、うん、最終部入ったりしたら、うん、もう幸せなはずじゃないですか、うんうんうん、日本で一番幸せなはずなんですよ。日本で一番幸せなはずなのに、うん、幸せってことはありえないので、うん、何について考えていいか分かんなくなりますよね。なるほどなるほど、何について考えていいか分かんない、難しいです、そう考えるの、うんうん、だけどだからガンディとか、うん、そのフランツ・ファノンとか、うん、キングとか、まあ、そういうあれマルコム X とかいう人たちの考えたことっていうのは、うん、僕らもすごい参考になると思うんですよ。おだからもうリアルにモロにパワーを受けたわけだし、あそうか、微分化された暴力じゃなくて暴力そのもの、積分された暴力をバーンみたいな感じなので、そういうところで生まれる音楽っていうのは、うん、まあ、暴力の音楽だと思うんですよ。お暴力についての音楽、ね、なるほどね、なるほどね。でそれはヒップホップとかやっぱりそういう音楽ですよね。ああ面白いな、それ、うん、でそれでところがこの微分化された暴力の中で発生する音楽っていうのはだからエグザイルなんですよ、うん、いや今そのね裁判所のラーゲリにいた裁判官の関さんも唯一の心の拠り所は音楽だったんですよね。ペンネームでね音楽批評を書いてた、はいはいはい、しかもボブ・ディランとかね、好きで書いてたっていうのね。でそのクラシックが好きで今度出てきてもらいましょうか。そういう話とかね、そういう話とかねあるんですよ。でね、その裁判所もそうだし、朝日新聞社もそうだし、東大もそうだし、日本のそのいわゆるその統治機構ってもう総崩れって感じがするんですよね。そうです、崩れてませんけどね。崩れてませんけどね。いや、内部的にはもう精神的にもう空洞化してしまって、空洞化したやつが強いんですよ。あ、そうか。空洞化したやつの方が強い。そうです。で空洞化したやつは無制限に暴力振るえるので、あ、痛みを感じないから、ね。そう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 。行動化してない人間は暴力くれないから傷ついてうつ病になるんですよね。なるほどな。だからそういう場合だからエグザイルなんか僕は音楽による暴力だと思うんですよ。ああ面白いねそれね、うん、微分化された暴力を中に取り込まれてる人を癒すんです。ちょっとそれはすごいですけど確かにその通りだ。だから安チープのワインですよね。安だけですよね。チープワインの代わりがエグザイルです。なるほどね、それは正しいし、ね、それはだから音楽の暴力だ。実はね僕は 3.115 の日本の音楽状況ってすごく失望していて、というのはあれですよね、これだけね世界史に残るような大惨事が起きたのに、日本のポピュラー音楽、まあ僕はポピュラー音楽はどちらかというと、うん、島というか専門なんですけども、何の反応ないでしょ。被災者を励まそうとすらしないでしょ。まあ猪苗代湖ぐらいですかね。あれはだけど福島出身の人たちが福島頑張れって歌を作っただけでしょ。あれほど何もしない人たちって珍しいよね、日本のポップミュージックは。僕はねこれはねきっとメジャーレーベルからソニーとかねビクターとかねそういうとこから音楽を出してる人はどうせ広告主にね配慮してとかねそういう下手な理由で出せへんやろなと思ってた。インディーズもみんなそういう、インディーズ全部そういうとこはね、レコードすら出してないアマチュアのミュージシャンでも半原発とかそういうね、半原発すらなくてもですよ、原発の被災者のことを励ますような歌を歌ったりしたら、あるいはそういうところに行って演奏したりしたらですよ、声がかからなくなるかもしれないからやらないんだって僕はっきり言われたんですよ。僕はそういうねトークのショーをやるから一緒に演奏もやらないみたいな、別に君たちは何もメッセージなくていいからと、演奏だけして盛り上げてくんないって言ったら断られるんですよ。でそれはあれですよ、レコード1枚も出してないアマチュアレベルがそうなんですよ。すごいですよね。インディーズからレーベル CD すら出してないんですよ。そんな連中ですら全くそれね社会問題と関わろうとしない。別にだけどそれはね社会問題と関わろうとしてもね、あれですよね、安倍政権を転覆しろとかね、プロレタリアと暴力革命を起こすとか、そういう話を訴えて言ってんじゃないですよ。
ね、原発事故で16万人家に帰らなくなったんだから、その悲惨さに何か触れるようなことを何かしないと、目を向けないといけないじゃないのと、忘れちゃいけないじゃないのと、その程度の子供みたいな話ですよ。日本昔話の主題歌とかで歌ってほしいですよ。歌ってほしいですよ、本当にね。せめてね、お家へ帰ろうって。お家へ帰ろうってね、お家へ帰りたいなって、それだけの話ですよ。なんでそれでもうみんなね、恐ろしくしがって、その力をして、私はまさにね、そのさっき言った微分化された暴力がものすごい力がかかってるわけ、だから日常的にシャワーのように浴びてしまって、もうどこが体に回ってるとしか言わないよね。いや、まあ、ただ僕からすごいもう少しこう好意的ですけどね、今そうですね、いろいろアンダーグラウンド好意的に、いやいや、アンダーグラウンドのヒップホップとか、うん、あとパンクスの連中とかはそれなりにやったりするし、それはですよ、あの毛利さんの専門、毛利さんの優しさの上だ、いやいやいや、それは、まあ、でもそれなりにありますよ、運動とか、キツネビとか、ヒューマンエラーって曲、はい、ヒューマンエラー、あれはあれさ、フライングダッチも、フライングダッチも共演しましたよ。あ、本当？僕友達ですよ、フライングダッチも。福井で。あ、ほんまに？福井でフライングダッチマンに共演して、原発のおじさんも。共演って何したんですか？フライングダッチマンのところに出て行って、お話しして、話して、歌。なんていうか、あれ、東大魔法だぜとか言って、なんていうんですか、シャウトする。シャウトするのね。あれ、なんていうんですか、なんて言えばいいんですか。あれや。レヒコールみたいな。いやいや、あの彼らの歌の教室形式はなんていうんですか、ああいう。コール&レスポンスのことかな。いやいや、フライングダッチマンの音がずっと喋ってるだけですよ。ああ、ラップ。ラップ、うん、だからその即席ラップをしてたんですよ。東大魔法に関する即席ラップをフライングダッチマンの。やっと真ん中に出てきた。それなりにいるって言えばいるんだけど、むしろ問題はやっぱり巧妙に消されてるっていうか、うん、やっぱジュリーもやってますけど、全然わからないですね。ジュリーもやってる。だからもうなんかあれね、社会がそう少なすぎないですか。いや、ミュージシャン何人いるんやね。まあでも数もいるんだけど、やっぱメディアは取り上げないってことですか。僕はそっちの問題の大きいと思う。でも メジャーのやつは一切やらないのはすごいですよね。まあね、メジャーはね。僕は割とあれですけどね、そのメインストリームからアンダーグラウンドから中堅のセミプロアマチュアも全部見倒してるけど、森さんの言ってるような人ってすごいマイノリティよ。僕は割とそういう千分の1以下やと思うけど、まあ、かつて学者がそうやと思うんですよ。専門的にその拡大すればそうやけれども、うん、それはもうね、この部屋の中に大腸菌が何匹いるというそういう世界の話だと思うんですよ。そのぐらいのオーダーの感じですけどね。長期間なんか今全然比喩として分からない。何を意味してるのか。なんかその部屋にいる全大腸菌の上で、原発に反対する大腸菌の数を、そうなんですよ。5匹ぐらいで反対してるみたいなことで。僕ね、こんなに日本のミュージシャンって足腰弱いんだと、あの発言力ないんだと、あの下手ればっかりだと。僕はそこに関してはメディアの力だとか、いや、それは人のせいにしちゃいけない。いや、人のせい、それはね、ミュージシャン自身が立たないからメディア取り上げようがないんだもん。だっていや、立ってるんですけど、だってね、それはね、あの大久保渉さんとかね、はい、あの人たちがやるのは、あのそれはいつものことだから、それはニュースじゃないのよ。あのソウルフライミオンとかやるのはいつものことだからニュースじゃないのよ。それはあの人たちはそれが表現なんだから違う、そんな話じゃない。いつもね、あの大根渡るとか、うん、ソウルフライユニオンとかはあれは芸風なんだから違う、そんなことじゃない。だってユーミンとか、ね、ユーミンとか桑田佳祐は、だって斎藤なんだっけ、斎藤和義ですら、和義ですらさ、1曲歌ったわけでしょ、うん、ですぐ逃げちゃったわけでしょ、うん、だけど、だけどね、まあ、逃げないと思うけど、だけどね、じゃあね、も僕が話してるのはもっと市民に近いね、ミュージシャンっていっぱいいるでしょ、片岡さんね、アマチュアとプロの教官にいるのに、僕市民ですよ、彼らは。でその市民が、あとはサラリーマン、市民じゃないんですよ。サラリーマン、だからサラリーマンたちが表現手段を持ってるのに、サラリーマン、サラリーマンがそんな音楽歌ったらクビになるじゃないですか。クビになるよね、うん。そういうことでしょ。いや、結構ね、その森さんのおっしゃる、そういう人いるよって人はね、まあ確かにいると思うんですよね、うん。でね、そういう人は結構ね、自分から、うん、なんていうのかな、自分から音楽やってるっていうか、本当に芸術ですよ。自分の表現をしてる人なんですよ。うん、でね、自分の表現をしてる音楽家がすごくいっぱいいて、うん、それまあ芸大的なと言いますかね、こう習うわけですよね、うん、で芸大じゃなくても山田教室でなんかコードを習ってとかねしちゃうと、言うこと聞く体質っていうのはね、音楽はそういう風にやるものってある。言うこと聞く体質、それは音楽の暴力です、ね、その道具を使って何かこう社会のこの空気に上がるようなことはちょっと違うかなっていうか、だって癒し系ブームですしね、やっぱりね、
なんか、うんうん、でもそもそもだから音楽のトレーニングっていうもの自体がある種の暴力性を帯びてますよね、その身体がその自分の顔と取り動くんじゃなくて楽器の必要に応じて動くようにトレーニングするわけで、そうです、あのそれをね疑う人が意外と少ないのがもうまた怖いなと思うんですけど、うん、こうしろって言われるわけですよね、人にね、こうしろって言われてやるっていうのもう信じられないですね。つまり他人の意思に服従しなければいけない、そうそうそう、いやもちろんその伝統芸能でね、ある体の所作を学んでいくってあると思うんですけど、それをむしろ特殊っていうか、まあじゃあちょっとそれをやってみようかなってことはあってもいいかもしれないけど、うん、全部がそれっていうのは結構ね、うん、あの恐ろしい。何よりすごいなと思うのは、あの勉強もそうなんですけど、あの目的なしに勉強できるやつがおるんですよ。あ、例えば語学とか特にそうなんですけど、とにかく単語覚えるみたいなこと、とにかく英語喋れるようになるっていうのができる人いるんですけど、もう意味わかんないんですけど、なんか何か必要があるから語学やったり、でこう何か必要があるから数学やったら僕できるんですけど、何も必要ないのに勉強しようと思ったらなんかこう三途の川で石積んでるみたいな状態なんで、ガラ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 って崩れて、じっとも積み上がらないのに、あれを積み上げるアホがおるんですよ、わーって言われて、あれすごい、もうあれあの消防の消防団の出初め式似てるなと思うんですけど、はしごをバッてまっすぐ立ててガガガガッとか登っていって逆立ちとかするような技の披露ですね。そう、あれそういう芸大的な楽器の習得方法ですね。あの東大の先生が授業の準備すごいするのは突っ込まれて答えれるようになるわけですよね。そうから来てます。そのオーケストラの演奏家なんかはなんかとにかくどんな技術もできるようにしておいて、どの音階もバーって弾けるようにしておいて、つまり片岡さんが、ね、今おっしゃったことで今ハッと目が覚めたんだけど、つまりそういう高度なトレーニングを積んだ音楽家というのは表現手段を持ってるふうに見えるけど、実は彼らはそういうあれなんだ、要するに復讐根性みたいなものを叩き込まれてるんだ。そうね、気づかず微分化されてるんです。微分化されてる。これに君は表現ができるようになる。はい、君弾いたのそれ表現、素晴らしい表現みたいな感じで。なるほど、そういう代替物みたいなもの。それを鍛え抜いていくと表現内容がなくなるんですよ。分かった。つまり彼らは表現ができるように見えるんだけど、そうじゃなくて、実はそれは復習の形式を覚えただけなんだ。そうな感じがします。ここが上野だったらもうちょっと言えない。あ、そうなんですか。そうかどうか、どうか。やっぱあのスポーツ選手とかに近い。とりあえず速く走るみたいな。どこ行くんだ。用事はない。さっきの理由がなくっていうのと似てるけど、とりあえず速く走ればなんかできるようになるんじゃないかっていう感じの。体育会系の人たちなんだ。すごい体育会系な感じはありますよ。それは。まあ、復讐って言い方が正しいかどうか分かんないけど、その目的なくとりあえず上手くなれば何かそこに見えてくるんじゃないかっていう、別に上手くなることと特にポップスなんかやってるとあんま関係ないじゃないですか、実を言うと、うん、上手いかどうかっていうことと、うん、何かこうあと伝えれるかどうかっていうのは、うん、別に下手でも伝えれる人はいるし、そうそう、だから全部言うこと聞いてるとね、そのね、やっぱり全部できる人になってその人はいいミュージシャンになるんじゃなくてまた先生なんですよね。いいトレーナー、よく言われてジャズなんかもね、結構こういう、まあ、芸大も含めて音楽大学結構取り込んで、で結構みんなこうちゃんと楽譜を細工してむちゃむちゃ上手に弾くんですよ。でも全く魂がないから、なんでこれでジャズやってるのかよく分かんないけどジャズが弾かれてるみたいな。でも技術はすごかったりするので、そうですね、だから全然面白くならないじゃないですか。それは多分日本から、まあ、実験的なジャズは別としてジャズが出てこなかった最大の理由でしょ。弾けるかどうかだけだったらものすごくうまかった。日本の音楽すごい特徴的で僕いつも思うんですけど、クラシックもポップも全部そうなんですけど、リズムがすごい、ね、数えられるんですよ。1、2、3、4、2、2、3、4っていうのが聞こえてくるんですよ。3、2、3、4っていう数えてるのが、でもあのマイケルの音楽とかっていうのはリズム全く分からなくなるんですよ。すごいリズム単純なはずなのに、あのそこどうしかって常にこうずらしていくことに、ずらしといてこうパッて合わせる、ずらしといて合わせるみたいなことが当時にあれですよ、日本のポップスはあの大半はバック打ち込みだから、みんなクリックのあれをって聞いてるんですよ、聞きながらやってるから、 あれは全部規定のリズムを揃えて音楽じゃなくなりますね。まあクリックを使うのはマイケルもそうですけど、そこにどういう韻律が乗っかってくるかってことですよね。そうね、要するにずらしとか進行目が入るかってことですね、あるこうマス目に沿って覚えたような感じで、それは楽器学でもそうですけど、もうなんかタタンタタンタタタタタタっていうのがなんか日本の前日のがすごいそれ多いです。なんかこうあるこう言葉の韻律みたいになってるかっていう、あの、まあ、楽譜をちゃんと水に戻して生ものにしてるかっていうのと書いてありましたから、乾いた昆布がそのまま出てくる、そういう感じはあるかもしれないですね。
ちょっとなんか1時間ぐらいガーッと喋ったんですけど、ややフェーズを変えるというか、せっかく準備してきたことがあるから、少し、はい、忘れてたパフォーマンスというか、なんかこう、そうです、音を出したりとかしませんか。スタジオに配って、楽譜をちょっと後持ってきますね、後ろでコピー取ってきて、すいません、その間にちょっと。はい、これ、私がある作曲家の YouTube の画像を見て、まあ、インタビューを見てるときにふと 頭に降臨してきた音楽なんですけど、歌詞なんですけど、でこのサリエリの歌っていうのは、これはですね、私が鼻歌歌って、原田恵子さんという、世界的作曲家が音楽を書いてくださって1回上演したことがあるんですが、その他に私がガレージバンドっていう、バックのソフトで自分で編曲してみたものがあって、ピアノのようにですね、それを片岡さんにもしたら弾いてくださったんで、ちょっと今日やってみようかなと思って、まあ、初演というには早くて、なんかこう試編っていう感じなんで、試しに歌ってみようかな研究会の研究私立材料としてちょっと歌ってみようかなと思うんですが、ラブリーさん作曲ってのは結構やられてると思うんですか。これ第1作、第1作です。ああ、そうなんですね。なんかなんていうんですか、ガレージバンドの水検ソフト、はいはいはい、ピアノロール画面っていうのは、あれでこうポチッポチッってやって作られてるんですか。そう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 、キーボード弾いてるんじゃなくて、あれできないです。安田さんも楽譜配っちゃって、楽譜配ってください。で、楽譜をですね、お配りして、これはなんかリセット、はい、今なんですか。今日はね、ぜひ芸大の学生さんとかに楽譜内で演奏してほしいなと思います。楽譜作ったらね、いろんな人弾けるから。今配ったのがワンセットで、もうこれがもうセット、第2セット第2セットがある。で、これはですね、はい、何だっけ、コミュニティ、あれ、これあれ、なんか3枚あるの、あれ表裏、表裏、あ、表裏、4枚あったやつが表裏で、はい、あ、これが表裏、あ、はい、あれ、これが1枚や。これの裏表サニエリの歌っていうタイトルが入ってるやつと、それから後ろにですね、この表示継承っていう絵が入ってる、クリエイティブコモンズというのに従っております。でこれは何を意味しているかっていうと、これを演奏するとか改編するとか自由なんですけど、その場合には一応この原著作者のクレジットを表示してくださいっていうのと、改変したしてウルフする場合には、同じ条件に従ってください。つまり自由に演奏したり自由に改変できたりするっていう条件に従ってくださいっていう、そういう意味です。ですので勝手に演奏したり勝手に改変したりして、勝手にどっかにアップしたりするので結構なんですけど、その場合には私の、作詞玉田洋子、これは私に時々降臨してくる詩人なんですけど、それからあと作曲やってる場合も、それから財布片岡祐介っていうのは表示してくださいという、そういうことになっております。休憩します、いいんじゃないですか。10分、ちょっと休憩します。休憩しましょう。怒涛のようにしゃべる、なんか疲れてきた。ダーゲリの入った気がする。ちょっと休憩です、はい、5分ぐらい休憩です。はい、休憩生だって作戦だった。はい、今ので作戦じゃなかった。今は作戦という作戦。今は作戦会。今は作戦会。公開作戦会。ことだけを。一言で言うと、一言でもこういう服を着た方が性格が良くなるので、こういう服着てます。そうなんですか。なんかでも前見た写真でしか最初見てなかったから、もっとヒゲが生えて、そうそう、アカストロみたいなやつね。いろいろ探索してたんですよ。結局自分がなんか、こう普通の格好するとなんか腹立つなみたいな。ああ、女性的な格好の方がやっぱり人柄が穏やかに。完全にだとかなんとかね、人柄とか安定するんですよ。イラつきが消えるみたいな。それは割と昔からそうだったの。最近の傾向。1年前ぐらいに気がつきました。その話しましょうか。この後。あとそれから先ほどね、外歩いてる時になんか女物の服は風通しが良くて、そうなんです、匂いがしない。
眠れない、眠れない、しかもおっさんの服は臭くなるので、そうそうそう、おっさんへの差別であるという絶対そうだと思います ね、 あのね、男物の T シャツって、うん、襟ここまであるでしょ、そうそうそう、こんなものここまで開いてるんですよ、ほうほう、男の T シャツここまであるじゃないですか、はいはい、で女の子はちょっと短いです、はいはい、でそれ脇がもっと広く開いてて、はい、で風通るんです、だから脇が反られていけないんですけど、あー、なるほどなるほど、でもそれでここもちょっと太いですね、少し太くて、はいはい、ここ細くピッてなってんだけど、うん、パスちょっと広くこう開いてるところがあって風通るんですよ、あー、で、あのレースなんかのここもちゃんと穴だらけなんで、あすごい、実はこれ涼しいですね、いいですね、これ日焼けしないようになってる上で涼しいですよ、え、匂いしますよ、そうなんですけどねいや、なんかさっきの話だと、おっさんを臭くしとくのは、うん、おっさんはそのね、生として劣等種であると、そう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 、というのを植え付けるという、そういう、ね、微分された暴力を感じますよね、女の人はええ匂いやけど、おっさんは臭い、特にサラリーマンね、サラリーマン臭いね、サラリーマンね、タラオニアの格好してネクタイしてね、はいはい、あれ着てたら臭いですよ、あれは奴隷ですね、確かに、ほんでね、僕は地下鉄に朝たまに乗るじゃないですか、はいはいはい、でその東西線とか乗ったら、はいはい、千葉県から奴隷が満員で詰め込まれて1時間乗ってくるかわいそうやと思います、はいな、ほいで、でそれで青臭いでしょ朝から、はいはい、で 9時半ぐらいにもう奴隷がみんな出勤した後の、はいはい、乗ったら、はい、くそっ、ああそれタバコ、タバコ嫌いやからちゃうんですか、なんかもう本当に何とも言えない臭い汗の匂いなんですよ、するんですか、当然ですよね、あのストレスで人間と生物詰め込んで1時間わーって詰め込んでやつをたくさんたくさん乗せたら染み込むんですよ、なんか生物として何かあれが出るんでしょうね、危険信号、危機を知らせるシグナルが出るんですよ、それがね、あのスーツに染み込むんですよ、もうこれから帰りどうします、日比谷線乗って帰らないといけません、歩いてかる、歩いてかるまあ、あの夕方なんかの午前中で匂いがなんかどっか飛んでいくんですよ、午前中は無理せんですね、そういう午前中は臭いんです、だから9時から9時半からぐらいまで臭いんです、あで徐々になんか換気されて出ていくんで、あそうか、安住さんは、ね、大阪と東京往復してはるから結構それ東京の匂いとかを敏感なんで、僕も慣れてしまったから、そうか、あすごい匂いしますね、だからあれはそのなんで基本的にはだから通気悪いんですよ、男の服は全部分厚いし、これそれは匂いが、うん、分厚いでしょ、女物は分厚いですよ、女物はもう、ね、あの同じポロシャツでも薄くなってきて目が荒くなってるんですよ、それが陰謀なんですね、陰謀ですね、あそれで俺は臭い、俺は臭いダメなやつ、あそうかみたいな、そういうもうそんな黙って働いて給料運んだらええねんみたいな、逆に言うと黙って働いて給料を渡さないと俺は社会的に価値のない劣った存在であるというのを、だからそのこんな臭い人間を家で寝かしてもらうためには給料運んでこないといけないっていう気持ちになってくるんじゃないですか、なるほどね、俺は騙されてたんや、うん、女も来た方がいいっすよ、朝シアもそれで言ったら意識変わらんもん、この格好着たらいいっすよ毛利さんむっちゃ可愛いでしょ、だから毛利さん ねあれね、僕もあとまつげとあの二重まぶた羨ましいんですけどね、ぜひ化粧してほしいなと思うんですけどね、毛利さん大学の時すごい美少年やったんですよ、そうそう、なんでそういうわけわからないジュース買ってジュース買ってこの国は立場でできている、ゲイラインも立場でできている、音楽も立場でできている、指先はピアノを操作せよ、腕先は音符を操作せよ、魂を惑わすことなかれ、魂を震わすことなかれ、何事も立場を守るため、作曲も立場を守るため、演奏も立場を守るため、小手先で楽器をかき鳴らし、口先で楽譜を弁護せよ、魂を惑わすことなかれ、魂を震わすことなかれ、立場を脅かすものを私は許さない、秩序を
君がすもう私は許さない才能をひけらかすもの私は許さない音楽を生み出すものなど決して つまんなかったらハモリカ吹いてみたいな。これで話しなさい。ちょっと話題変えろみたいなメッセージ。これはでも作ったのは結構前なんですよ、曲そのもの。でも今年の1月ですよ。それはその芸大で、講義を頼まれた時に。それじゃなんか別件の。別件ですか。別件であのある作曲家の YouTube のインタビューを見ていたら、はいはい、ふと。でその時片岡さんが横にいて、いや、いなかったんですよ。その時だから原田さん、原田恵子さんが、はいはい、その曲を書き留めて編曲してくださった。その後にあの自分でもなんか作曲してみたいなと思って、うん、あのマック触ったらこのガレージバンドってもしかしたらなんか曲作るんちゃうかなと思って、ピッピッとか作った。最初に作った時は鼻歌を歌って送ったんですね。それはあの起こしていただいた。それでもう次は自分で伴奏もっ作ってみようかな。もともとそういうのやってたんですか。いや、もう初めてです。結構そのね、楽譜入れると面白くてですね、あのソフトが一応自動的に楽譜を出してくれますよね。だけど、まあ、読める形の楽譜じゃないんで、なんか、まあ、表紙はこうなのかなっていうか、自分なりのこうなんかそういうリズム解釈はしつつ、和音とかは全く変えないんですね。で、あの変えたくなるとこがあるんですよ。なんか変な和音だなとかあるんですけど、変えると全体のこうプロポーションとしてやっぱ変わっちゃうんで、なんかキメラ状態になるから、あ、もうこういうのは全部そのままの方が面白いって。めちゃめちゃ和音なんですよ。確かに、これをあの大学に提出したら絶対不合格ですよ。なんかここの和音はとか間違っているような部分でしょうね。だからあれですよね、そういう意味じゃパソコンというか、ネットとかそういうガレージバンドとかっていうのがあるので、ものすごくなんかこう外に向かって発行言うというツールは爆発的に増えたんだと思うんですよ。感動しましたね。これ絶対だからね、やってみたんで結構書けるやんと思って書いてみたけど無理ですね、やっぱり。じゃあ相当練習しないとやっぱり書けないですね。それはだから芸大卒業した人がね、有能な官僚みたいにね、そういうとこやってもらったらいいですよね。サブラゴッチさんじゃないけど、なんかこう、医学さんが、もうここはかっこよくとか、めっちゃかっこよくとか。僕子供とワークショップして歌とか作る時あるんですけど、そうすると鼻歌でこう言ってきたり、こうそこはトン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 ってやってとか言ったら、なんか変えたりするんですけどね。そうやってやるとね、作曲は誰でもできるんですね。で、編曲と、その、まあ、ひとみさん編曲もやってしまいましたけどね、その編曲とその楽譜に書くっていうのは専門家の仕事になってますよね。まあ、でも実際あの竹光徹さんだとかね、ああいう感じにしても芸大の作曲の先生と一緒にやったりするでしょ、作業としては。だから作曲といっても割とこう和製的なとこだとか、曲はだからそういう職人的なことはやっぱあるんですよ。そうですね、仕事として、
高松同様はそれ適当にやってもらったりしてたんですか。いやだから最終的なフィニッシュマークはやっぱりあるのが手伝った。ああ、そうでしょうね。だからど素人ですもんね。うん、福部明はどうなんでしょうね。あの人まで知ってたこといましたね、池野さんとか、うん、やっぱ映画をやってる人は忙しいからって、ね、そうですね、そうですね、やってられないですね、まあ、大友さんなんかもしたいんだけど、大友石井さんなんかでもやっぱりあるポイントでオーケストレーション必要なところはやっぱ作曲の勉強した人を入れていくっていうのがあって、そうですね、そういう入り方やっぱしてるんです、特に映画みたいにこう、まあ、なんか聞いたことあるものを作るときとか、聞いたことあるフォーマットってのがあるから、あとその演奏者にがクラシックの声を受けた人が読める、あこれならやりきるなっていうふうな譜面に落とすってこともあると思うし、でも逆にねそのままやってみたら僕は面白いんじゃないかと思う時もありますね。で例えば僕の楽曲ね、楽曲っていうかガレージバンドのあれ、あれでそのままバーって出したやつ見たらちゃんと線が切れてへんんですよね。そうそう、ちょっと余ってたりとかしてて、どうしたらこれだと思って演奏的な解釈で多分こうかなって僕は思うんですけどね。でそのねピアノロールって言いますね、あのオルゴールみたいな感じで、あれだけあれは画像で保存しておいて、後世にあのバッハの原点版見るみたいで、これがこの一番のピアノロールでオリジナルカードして置いとかなって実質じゃないけど、なるほどね、本当はこれですよ、これ僕のこの譜面取ったのは片岡版の楽譜なんですね、あの忠実なつもりで書いたけどちょっと解釈が入ってる。なんか送ってくれたあの原稿で、あれは多分レコードだどっかで、そうですよ、それは原田さん の, あの CD のライナーノーツのために書き始めて、あまりにも長くなったからライナーノーツが短くなったんです。今の原田さんのホームページからダウンロードして読めるんですけど、あれが割とそのやっぱり音楽と暴力を知り合っていて、いわゆる現代曲そうですねが出てきたなんか背景と、要するにそれが持っている今の権威性だとか暴力性みたいなことを書いたんですね。そうですね、それは何を書いたかというと、まあ、かいつまんで言うとあの滝浩二さんっていう、哲学者ですかね、まあ、そう哲学は美術史を写真、写真とかですね、それは滝さんの本、目と隠喩っていう本がありましたっけ、視線の政治学、まあ、天皇をずっとその天皇の肖像をずっと写真をやったその昔学生時代にすごい面白かった読んだなかったんで、その戦争論かなんか読んだら、その、面白い指摘があって、あの現代音楽とか現代美術とかいうのは出現したのはあの19世紀の終わりですね、あれは芸術のための芸術として変なものを作り出したんじゃなくて、第一次世界大戦を予言してたんだと、予感してたんだと、で芸術家になる人って敏感な人が多いから、なんかだん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 気持ち悪くなって怖くなってきて、それでああいうものを作り出してたんだと。いう指摘があってすごく面白いなと思ったんですけど、それでそのゲルニカとかね、あるいはそのあのワルシャワの生き残りみたいな音楽、シェーンベルクワルシャワの生き残りとか、ピカソのゲルニカっていうのは、戦略爆撃とか差別沙汰の強制収容所、虐殺収容所みたいなものを表現するためには、その普通の12音の普通の音楽のシステムであったら表現できないので、あれ普通の絵画だね、そのための技法を事前に編み出してたんだっていう、非常に面白い指摘だと思う。ほうほう、なるほどね。だけど滝さんはその暴力を表現する音楽として、ね、春の祭典を挙げるんですよ。で春の祭典 の, あので野蛮っていう野蛮な音楽っていうのは、実は、ね、滝さんは何を考えてるかっていうと、戦争は野蛮が引き起こすと考えてるんですね。で理性によって包まれてるかに見えた、近代というものの中に野蛮が潜んでいたので、その野蛮さが戦争を引き起こしたんだっていうふうに彼は議論するんですけど、ちゃうやろと。野蛮さがね、核兵器作り出してしないんですよね、やっぱり核兵器を作り出すのは実は明らかに 理性なのであって、知性ですね。だから理性そのものに暴力が含まれてるって考えないといけない、野蛮さが含まれてる、暴力が含まれてると考えていけないから、むしろ春の祭典というのはあのそういうその理性に対する好奇であったり、理性を乗り越えるものとしての人間とかの本性とか、そういう野蛮さによって理性をですね、からに奪われた人間を取り返せっていう音楽と僕は思ってるんですけど、なるほど、それをそのそういうふうにこう彼の議論を批判して、逆にですね、シェーンベルクの音楽とか、シン・ウィン・ハン、いわゆるシン・ウィン・ハン音楽っていうのようなものですね、極度にミニマルでなんか合理的だっていうか、抽象度が高い、ああいう音楽が実はその、僕はあれがその核兵器とかを表現してるんだと思うんですね、緻密に構成されている音楽、合理的に見える音楽そのものがすごく聴いたらむしろ暴力的なわけじゃないですか、調和とか、なんていうんですかね、安定性を表現するものではなくて、静かで抽象的だったりするんだけど、なんだか怖い。あの技法を発明したことっ
ていうのがもうそれ予見してたということですよね。だと思うんですよ。それをその表現し体現するっていうか、その理性の暴力を表現する音楽だったんじゃないかって僕は思っていたんですよね。その理性知性の方が暴力的だということですよね。だからそれで言うとね、その戦後の音楽、シュトックハウゼンとか、ジョン・ケージもそうだし、あとブーですか、システムチックに作るんですよね。だから逆なんですよね。なんかこの戦争の反省があったと思うんですよね。それでその戦争の反省がね、なんかねワーグナーとかで盛り上げられてわーって言っちゃったっていう反省だと思うんですよ。逆なんちゃうかなって思うんですよ、ね、そうなんですよ。だから多分ね、人間のやることはね、ろくなことないね、だからシステマチックにやった方がいいよっていうのが、あのストックハウゼンとか、ね、そういうのあったと思いますね。なんかブーレスなんか撮ってそうです。あのシェーンベルクから続く発想ですよね。そのね、理性で管理しようみたいな感じ、ワーグナーみたいなああいうこうエモーショナルなものじゃなくて、理性を押すことによってっていうことを、シュンペルクはそのシステムを使ってワルシャの生き残りを書いたんだから、そっちがそう、そっちに行かないといけないんだけど、曲も書かないですよね。そうですね、生まれなくなっていて、広島のための愛かぐらい、あれは広島のために作ったわけでもなんでもないんだけど、でもぴったりですよね。広島の表現してる音楽で、でもあのさっきあのコンピューターの話をね、さっきもそのシミュレーションの話をしていたけど、例えばその戦争の技術とコンピューターの技術ですよ、パラレルなんですけど、フォン・ノイマンとかね、典型だと思うんだけども、要するに最初期のコンピューターを発見、まあ、ゲーム理論と一緒にやるわけです。でも彼なんかの議論なんかだと、要するに戦争、まともに考え、合理的に考えたら戦争は先制攻撃をした方がいいと、要するにできるだけ早く攻撃をしないと負けてしまうんだっていうんで、割とこう合理的に考えれば考えるほど戦争に行っちゃうんですよ、割と、多分それ まずい合理性だからですよね。そうで、あのむしろ戦争に行かないのっていうのはその、まあ、非合理とは言わないけども、戦争法的理性だと思うんですよ。違う判断をするときに初めて戦争って回避できるんだ。それはだから今メロポンティっていうと、弁証法的理性っていうものは戦争を回避するのもんだと思うんですよね。だから多分それなんか理性主義みたいな一種のある種の徹底した合理主義と、なんかその徹底したこう殺人マシーンみたいなものがすごいパラレルだと思うんですよね。でそれでその戦後の音楽の特徴だと思うのは、やっぱり核兵器の出現だと思うんですよね。つまり核兵器の出現によって戦争と関係ないやつらも一緒にアウトになるっていう時代が来たわけですよね。でそれはだから冷静に考えたら気が狂います、でだからそうなると、やっぱ音楽家っていうのはその狂気を表現するしかなくなっていったんで、あの戦後の現代音楽っていうのはどんどんすごいわけのわかんないものになっていく。それ仕方がない、世の中がわけがわかんない、自分たちで自分たちを一瞬で滅ぼすことが可能な人類にふさわしい音楽っていうのはああいう音楽だったんだと思うんですけど、でもあれでは日常生活は送れないので、それでポップスとかがものすごく大きな影響力を持つようになって、現代音楽っていうのはもうあの他に補助金のついてるところでしか生き延びられないっていう、そういう風になったんじゃないかなと思うんですよ。古典芸能ですかね、今現代音楽って。そうですよね、でも古典芸能ってあの歌舞伎とかはちゃんとあの補助金なしでやってますからね、補助金付きでないと生きていけない、なんなんですかね、大学みたいな。ああいう戦後のああいう現代音楽全音楽やした頃ってもう50、60年経ってるのかな。オールディーですね、ポップスだったね。そうですね。もうそこすごい古い。でもやっぱそれをあれが表現したのは核戦争の恐怖だと思うんですよ。まあ20世紀の音楽、後半音楽っていう感じでもう一つ国になってる感じしますね。今またなんか新しいことやろうとしてる人はまた全然もう違うものを持ってると もちろん思いますけども。いやあのすごい今話聞いてなるほどなと思って、ね、核兵器の登場とね、音楽も関係て面白いなと思いながら、僕はずっと考えてるのは、僕は最後に一番最近に書いた本はその広島から福島へ来て、素晴らしいですね。ありがとうございます。赤字の自腹でアメリカに行って、そのあのあれなんですよ、要するにその原爆のね、核兵器の技術がいかにスピンオフして原発に変貌したかっていうのをアメリカの現場を全部訪ねて当事者に話を聞いて歴史を再現してみた本なんですよ。素晴らしい本、ありがとうございます。ぜひ読んでください。割とあの一次資料であのそういう話が聞けたので僕はうまい一数台だったので字が自断してるんですけど、いやその話なんですけどね、核兵器が狂気なんだ、狂気から電気をもらって暮らしてるんですよ。そうですよ実は皆さんね、あの政府とかね、電力会社と学者の人たちはあの原発と原爆は別のもんですと言い張るんですけれども、ただの嘘ですよ、ね、いやただの嘘っていう、それはね科学に無知なんですよ。というか技術士に無知で意図的に目をつぶってるだけで、どう転んだって逆立ちして逆さに降っても原子力発電は核兵器の民間転用なんです。あれは
別に民間転用だからといって あれですよ、原発が明日核兵器みたいな爆発とかそういう意味じゃないですよ。あの中で行われている営みは原理的にはあれ核融合なんで、プルトニウムの生産核分裂なんで、あれはもう純然たるウランを燃やしてプルトニウムにするというそれだけの営みで、それはもう全くエネルギーをね、どういう時間軸で取り出すかが違うだけの話なんですよ。でそれ目つぶって別のもんだっていうのは不自然なんですよね。アメリカ人とか聞くと案外、いやいや、あれはもともと双子の技術だからって平然と言うんですよね。で彼らはそういうもう恐怖と暮らすという慣れっこになってるんだけれども、日本人は不思議なことに核兵器は核って書くと同じニュークリアっていう英語を日本人は兵器利用の時核という日本語に訳して平和利用っていうふうにレッテルを貼ったものは原子力っていうふうに別の言葉にしたよ、ね、原子爆弾っていうから原子爆弾で原子力爆弾って言わない原子力爆弾と言わないですね。原子力の平和利用っていう言い方、核どっちもニュークリアなんですけど、多分原子爆弾はあれアトミックウェポンの訳なんですよ。そうですね。でアトミックっていうのは英語ではほぼ死語化する死語ですね。ニュークリアですね。だからまあどっちもニュークリアなんですけれども、原子力ってあれ分子と分子の間に働く分子の中で働くのが原子力だから、ね、火力発電が原子力発電です。そうなんです。水力発電が重力発電で、火力発電が原子力発電で、原子力発電は核発電なんですよね。そういうことです。そうです。あれですよね。いや、考えてみると福島で起きたことっていうのは、あれはその日本政府が自国民の上でダーティーボムを爆発させたと一緒なんですよね。ダーティーボムって分かります？通常兵器で通常爆弾で核の汚染物質をばらまく爆弾のことをダーティーボムって言って、これは核兵器に分類されてるんですね。ひどい爆弾ですよ。ひどい爆弾、立ち直り爆弾、掃除できないから。だから福島第一原発事故っていうのはあれ純然たる核テロなんですよ。日本政府による自国民への核テロなんですよね。でそういうのは技術的に見れば全く疑う余地のない技術で、僕らそういう恐怖とともに生きてるわけですよ。そうですね。それで発狂しないでいるのは基本的に無理なんですよ、ね、僕も発狂しそうです、ね、うん、だからで発狂しないでいるのは無理なんだけど、発狂したら生きていけないから無理やり抑えてるっていう状態は、うん、本当は気が狂ってるんだけど正常な人間のふりをしているのでサイコパスなんですよね。ああ。だから全人類がサイコパス化した、なるほど、ね、だと僕は思うんですけど、核兵器の出現以降。なるほどね。まあ、その技術すごい古い技術ですよね。だから原発なんかの事故の時に、うん、1970年代にできてるわけでしょ。でもう50年40年とか50年経ってて、家の中で見てそんな技術ってないじゃないですか。めっちゃ怖いですよね。車とか絶対乗らないでしょ。だって45年前の電車ですら走ってないもん、ね、冷蔵庫とかもないですよね。でもそれが動いていってって、うん、さっきなんだっけ、現代音楽がオールディーズですねって言ったのにすごいちょっと感覚が似ていて、うん、しかもそれがあたかもなんかものすごい最新技術とわけのわかんないこと言いますよね。言って何抜かしてるのって思わせていて、しかもその完成しなかった技術なんですよ、未完成技術ですね。完成技術です、うん、未完成今実験中ですよ。そうそうそう、ね、冷蔵庫とか自動車とかに乗せられてる感じ、うん、しかも 4,50 年前からやってて完成してないみたいな、結構すごい話だなと。そうだから、まあ、平さんもよく言うんですけど、一つの技術を完成するのにだいたい4万回数万回の実験しないとダメなんですね、破壊実験。破壊実験ね。今原発は4回やったところ。4回だって4回ね。チェルノブイリスの前にありましたよね。福島その前に1個ありましたよね。セラフィールド4回ぐらいしかやってないから。4回だけ衝突実験したら車に乗ってるのもんなんですね。なるほど。だけどね、それ危ないですよねってそれやっぱりその4回だけしか実験してない車に全人類が乗せられて毎日失踪してるわけですよ。それね、僕本当にその通りだと思うのは、核兵器の話もそうなんですけれども、核兵器とその原発ってあれ冷戦時代の遺物なんですよね、うん、で日本に原発を持ち込んできた時代っていうのは1954年なんですけれども、その時はあれなんですよね、冷戦真っ盛りで朝鮮戦争が終わったところなんですよ。でそのアイゼンハワーというアメリカの大統領がソ連に対抗するためには同盟国に原発の技術をただで上げるよっていう政策をやるんですよ。でそれまではその原子力発電っていうのは軍事機密でしたので、アメリカ独占したんです。でそれを、ただでやるって言って無償供与した。その時真っ先に手を挙げたのは日本ですから。でそれはその日本がアメリカの同盟国になるっていう、そういう最初のステップですね。
それとしてあったものが1954年ですよ。僕生まれてないんですよ。60年前なんですよ。60年前の話が今福島の太平洋岸で暴走したわけですよね。あれはその慣れのはずなんですよ。だから僕らね、それね、冷戦が終わったとか冷戦関係ないとか言ってるけど、あの福島で僕らが見たものはあれまさに冷戦時代の遺物なんですよ。そういうことあんまりみんな歴史的に見ないんですよ、ね、だからそれは同じそのシステムがその出来上がった時のものを、ただ目的が違うとか言うんですけど、そうでもそのシステムが作動する、ね、ある目的であるシステムを作動させたんですよ。そうでこの目的はもういらないんだと言ってもまたシステムは作動してるんですよ。そうなんです。まだ動いてまわらない。目的はなんでしたか。それが目的ですよ。そこになるんですよ。当初の目的はもう遠の昔になくなっているのに、システムだけはいつまでも動いてるんですよ。ということは目的は生きてるってことなんですよね。あ、そうかそうか。そうでしょう。あ、そうかそうか。システム目的は隠蔽されただけで生きてるんですよね。あとやっぱその当時っていうか、結局原発うまく動かせるのっていわば非民主的な国家だけじゃないですか。要するにかなり怪しいところで労働力もできるし、事故が起きた時にはもうスカッといけるような。だからチェルノブイリは実はそれで一応多少は良かったって言われてるのは、要するに旧ソ連がそこでガッとその人を投入できたわけでしょ。強制移住しちゃいましたからね。そうで、要するにそういう強権的な国家というか非民主的な国家だからできるような事実で、中国はひょっとしたら原発を持つ資格があると思うんですよ。ないです。だからある種非民主的な国家だ。非民主的じゃなくて強権的な国家じゃないですよ。中国は非民主的だけど強権的な国家じゃないです。おお、そうだ。とか権力がないんです。中国は。それ文献だから、ね、じゃなくて、国民が全然言うこと聞かないから。あ、これがすごい大事なポイントなんですけど、まだ話ずれますけど、日本戦争した時にね、日中戦争した時にちょっと寒いクーラーをちょっと寒いみたいです。あの日本と戦争するときに中国も徴兵してたんですよ。で徴兵するとどうなるかって、村から5人出せとか言うじゃん、うん、そしたらね、その行くの嫌でしょ。だからこうみんなで金払ってお前行ってとか言って5人行かせる、うん、ってのはまだいい方で、その辺を歩いてるやつ捕まえて突き出すんですよ。で、あるいはね、金もらって代わりに兵隊に行ってあげる商売っていうのがあったんですよ。何すんのかって言ったら、兵隊ってしばらくしたら隙を見て脱走してまた兵隊に行くんですよ。こういう商売もあったり、もっとすごいのが、ある村はですね、その近くを行進していた国民党の軍隊を誘拐して代わりに兵隊として突き出した。もともと軍隊じゃないですか。これは1930年代か40年代に新聞に出てることなんですね、事件として。それは専門ですよね。そういう国なので、原発事故が起きた時に誰かを行かせようとしたらみんな逃げます。ああ、だから金払って行くやつ、誰か行かせる、それ行けます。金払って言えば行けます。でもそれ強権って言わないじゃないですか。ああ、そういうことです。国家は無理だと。無理。まあじゃあ今日中国は無理だと。中国はできないです。でも多分その本当限られた、まあ、北朝鮮とか、ね、いくつかの国が持ち得たような技術、持ち得たかどうするインチキな形ですよ、うん、でもそんな国はもうどこにもなくなっちゃう。日本って言われないですか。まあ、だから日本はそういうことをしてるんだろうけど、日本はそういう国ですよね。いやいや、だからでもいかにこれから生かせるか、ちょっとどうせあれも事故も止まってしまう、うん、だからこそ立場主義を強化してるんだと思うんですよね。なるほどだから、ね、日本は面白いんですけど、日本の自衛隊はあれ、今は強制されないんですよ。だから戦争が始まったら、出撃って言ったら、うん、一身上の都合より退職させていただきますって言ったら、それでもう行かなくていいんですね、うん、そういうルールになってるんですよ。つまり命令を無視してもいいんですよ。そんな軍隊成り立つんですかね。でも日本軍というか自衛隊でそういうことした人います？聞いたことない、ね、今回 の, あの事故でも放射能降り注ぐ中に救援で行きましたよね、うんうん、で一身上の都合で退職してもしますっていう人、僕いたかとかって多分いないんじゃないか。自衛隊ですか。自衛隊、経産省の人たちはみんな逃げましたけど、ね、経産省の人は逃げたけど、自衛隊の人は逃げてないんじゃないかと思うんですけど、やっぱりすごいそういう、なんていうか、そういうことしたら立場が失われるとか、行くのものすごく敏感で、命を変えても行くんだと思うんですよ、日本人は。だから過労死っていうの現象は、強制力が働かなかったら絶対起きないじゃないですか。なるほど、なるほど。過労死がすごい頻繁に起きるっていうことは、私たちのにすごい強制力が働いてるっていうことなんで、そうですね。だから強権国家なんですよ、うん、微分化された、微分化された、まあ、不可視化された強権なんですな、なので日本はできると思う。立場上追い込んだら誰でも福島に命がけで行くんじゃないかと思うんですけど、
なるほどな。僕は割とそこはちょっと崩壊してるのにまだやろうとしてるって感じがあ、そうですね、崩壊しつつあります、ね、うん、しつつ崩壊した方がいいと思うし、崩壊するきっかけにやればいいって思うんです。で僕は原発事故をきっかけに崩壊するかなと思ったけど強化してますね。してますね、まあ、強化しようとしてます。逆にでもあれがあるから強化してるってのがありますよね。なのであのこの立場の音楽という立場の音楽作ってみたんです、うん、これはこのだから、うん、そのそういう暴力の音楽ですね。なんかこれ3時まであと10分ぐらい質問とか取ります。質問ご意見のご意見いいですね。なんかじゃあ片岡さんからまずなんか音楽のコメント、ああ、あれでコメントしてもらう。円盤ファンみたいなコメントしてもらう。質問の時間取りたいからそうそうそう、いいですね。せっかくいろんな人がいらっしゃるではなんか、はい、あのご質問ご意見あったらどうぞご自由に。曲についてとか、はい、ありがとうございます。ちょっとこの曲について聞きたいんですけれど、このサリエリの歌のサリエリっていうのはどういう意味なの？あのサリエリですかね。サリエリ知らないです。知らないです。サリエリはモーツァルトを暗殺したとされてる人。たまには知ってる映画が最後に嫉妬して、そうですね、あんまりそれだから、ね、事実かどうか分かんないですけど、モーツァルトを嫉妬して、このサリエリってのは当時のすごく有力な作曲家だったんですけど、宮廷学長、そんなような人ですね。でその権力を使ってモーツァルトの仕事とかが来ないようにして、最後は精神的に追い込んで殺したって映画があるんです。一説としてあって、であのアマデウスっていうとても面白い映画なのでぜひ行っていただきたいと思うんですけど、それがベースになってます。なので最後にアマデウスが出てくるんですけど、はい、そうか、あの映画若干古めだから超古いですよ。なおかやるか知らない知るわけないよね。大学の時見ましたよ。大学、京都で京都30年ぐらい前です。そう、京都で見たし、京都で、あれ時代交渉がすごくってね、ティンパニーの歌詞とかちゃんと当時のね形してるんですよ。すごいですね。みたいな。あの、うん、YouTube で見られないんですかね。あ、どうでしょうね、わかんないですね。YouTube で一部は見られますが、あのその辺で確か1枚500円ぐらい売ってるんじゃないか。売ってますけどね。売ってます。ちょっと100円切れ DVD ぐらい売ってますね。はい、他に何か、みんな立場上発言しにくい。みんなあいつと空気を読もうとしてらっしゃる。僕としてはあれですね、4分33秒やっぱり芸大のだからで、まあ、あまり芸大のことをあんま悪く言うのは良くないかもしれないけども、その日本の音楽教育界っていうか、アカデミックの世界とかの中にある暴力っていうのはこうもう少しこう話を聞きたいかなって感じはするんですけど、どうですか？いや外からどうですか？僕も喋ることはあるけど、どういうふうに見えるか？外から見たら、うん、外から見たら何も見えないですよね。そもそもあの上野のあのあそこ門くることすら困難じゃないですか。まあ、人が入ってこないようにしてますから、ね、最近またセキュリティ上がっちゃってますます入らなくなったんですよね。よそ者が入り込んで、だって研究会とかさせないようにしてるわけなんで、うん、あれ何が嫌なのかっていうと、あのよそ者が入り込まないようにしてるわけですよね、うん、違う空気が入ってきて雑菌とか増殖するとか全力で仕事してるんで、まあ、だから雑菌とかは割とこう戦時とかに入れられてる感じありますよね。そう雑菌用のこれで、それは隔離病棟みたいなものですね。東大で言えば本校と駒場みたいなもんですかね。いや、両方とも雑菌だけど、両方とも危険ですけどね。あ、どっちかな。あのね、本校はあの駒場はこじれてるんですよ。こじれてるんですか。あの本校からすっげえ差別されてるので、あのすごいですよ。だから9一校なんですね。あ、はいはい、で9一校だから帝大の先生は重くそばかりしてたわけですよ。高校の先生だって言ってたんですよ。そうそれでそれって60年以上前じゃないですか、うん、だけどいまだに本校の先生と比べて高校の先生の仕事は4倍ぐらいあるんですよ、コマ数とかが。でその差別構造がですよ、60年経っても治らないんですね。冷戦構造以前ですね。そのぐらいすごいんで、駒場の方は本郷よりもこじれてるんですけど、こじれてるんですよ。だからどっちが悪いっていうと似たようなもの。似たようなものですか。でも方向性が違うんですね、こじれ具合が。でも本郷はものすごいこう権威と、なんかもうほとんど
なんていうかね、本郷ぐらいになってくると暴力を振るう必要はどこにもないんですよ、ね、ニコニコしてるだけで暴力は振るわれるんで、あ怖いですね。しかし確かにそういえばそうですね、その東京芸大って僕は全くね、あの接点、毛利さんへの接点がないところですけど、外から見てると何してるか分かりませんね。作曲音楽家とほとんどいないじゃないですか。というか中に入ったこともないし、もっとねコンサートとかね、例えばその展覧会とかね、あのそのあって、そのなんていうか、市民パブリックのね、そういう表現を市民に共有する場としてあの空間が生かされてるかというと、全くデッドスペースだよね、うん、全くデッドスペース、都心の中の真空地帯、皇居みたいなもんですよ。そうそうそう、僕はね、あの自分がね音楽を自己流で始めたんですね、でデタラメ弾いてたりして、それで途中で楽譜読めるようになって、で東京音大、芸大にはではなく東京音大だと言った、まあ、似たようなもんだと思うんですけど多分ね、でそのお稽古事があんまり通らずに入ったもんだから、うん、ものすごいびっくりしてたんですね。何のために何をしてるのっていうか、それでなんか来週のリストまでこれやんなきゃとかって、やんなきゃっていうふうにやるものなのっていうつまりその東京お稽古大学みたいな、そうそう、お稽古事だなと思って、ああここにいると僕ちょっとやばいと思って、僕音楽家になりたいんだけど、ここにいたらなれないなと思いましたね。じゃあ卒業したんですか？してない。ああ、よかったですね。あのレッスンとかは一応先生とか演奏を聞いてもらったりしてましたけど、うん、でも実際問題として、いや、まあぶっちゃけあの芸大出たって音楽家って言っても音楽のプロの演奏家になる人ってすごい少ないんですよね。あ、そう、例えばピアノなんかでも多分コンサートピアニストって2年に1人出るか出ないかでしょ。だから他の人たちは、まあ、ピアノは結構、それ僕なんかが聴いたら全然みんな上手いですよ、本当上手いなと思うけど、でも基本的に誰もなっていかないし、じゃあ他の何でもいいんですけど、管楽器でも打楽器でもピアノでも、まあオーケストラに入れる人なんて本当に年に1人いるかいないかみたいなところだから、ほとんど全滅に近い状態です。どうやって食べていくの？だからみんないなくなってきたの。で現代音楽なんてもっとしたんで、そんな年に5人も6人もそんなね音楽、現代音楽家ってでもいらないじゃないですか、うんうん、どう考えても。だから基本的に全員無事にするんですね。無事にはしないけど、ゴーストライターになるじゃないですかね。いや、ゴーストライターになったらまだいいんですよ。かっこいいことめっちゃかっこいいことか。ああ、そうそうそう、めちゃかっこいい役、サブラゴーチに使われるわけですよ。だからあの基本的にそういう意味では、あの外から見て分かりにくいのはやっぱほとんど難しいというか、そういう世界でやってるし、さっき言ったほとんど敬語との世界で、あの例えば何でもいいけど教授会とか終わった場合とかも挨拶とか用意してると、誰々先生とは幼稚園なんとか、幼稚園じゃないな、中学校のなんとかのコンクールでどうこうでみたいな話になるから、そうか、この人たちみんな中学の時から友達なんだとか思うと、ゾワゾワゾワって、そういうことは全く関係ない人間からすると、要するにそういうなんかコミュニティがあって、そこで怖がっていく感じっていうのは確実にあるわけですよ。で、ね、数少ないこう割と独り立ちして表現者としてね、あ、この人いい演奏するといい曲書くみたいな人っていうのは、やっぱ先生の言うこと聞かなかった人、あるいはもういい意味ですごいアホな人っていうか、すごい、なんか勉強するんじゃなくて、なんかこんなの書いちゃったみたいな、面白いものができるんですよね。あだから多分そのなんていうかな、すごくエリートが出てるっていう感じとも随分違うなって気がする、うん、いやもちろんだからその、それまで多分クラフトはもちろん一番うまいし、学校でも一番うまいし、県でも一番だし、まあ、関西でも一番だしみたいな感じで入ってくるわけですよ。まあ、東大もそうですよ、うん、でも別に県で一番って年間50人ぐらいいるわけだから、まあ、大したことはないじゃないですか。でも僕みたいな楽器的な生き方すればすごい、あ、そうすごいですよね。で、もったいないのは県代表ぐらい強いわけですよね。そうすごい、ね、結構いいわけじゃないですか。だけどじゃあその人たちが次に音楽教育の再生産に行くかっていう、それもやっぱ行かないんで、意外に音楽の先生にもやっぱなっていかないっていうか、ちょっと言っちゃう、卒業生何してられるんですか。でもやめちゃう人多いですよ、音楽をやめる、やめ、まあ、趣味になっちゃうとか。それやめ、携帯電話の営業とかするんですか。携帯電話ね、やっぱパナソニックの社長とかしてますよね。パナソニックの社長、ソニーでしょ。あ、ソニー、ソニーの社長、イブカ大のこと、いや違うですよ、じゃあ、ま、松下もなんか山下さん、あ、そうなんですか。あと芸大のオペラ歌手、オペラ家、だからもともとやっぱりあの音楽ってすごいお金がかかるから、まあ、階級的に言うとっていうか、アッパーミドル以上の人、それできる不動産がある、うん、分かんないけど、そんなにだって貧しい人がここで這い上がって芸大のピアノに行くっていうのは、まあ、ありえないですよね。そもそもない、そんなことはやっぱ日本漫画みたいなこと起きないですよね。でね、その僕が思うのは、芸大を頂点とする、まあ、特にピアノの感じがするんですけどね、
ピアノハラスメントの連鎖っていうのはこれなんとか止められないかなと思って。すごいですね。宝塚みたいですね。なんか宝塚凄まじい、ね。その、こう、その音大生、芸大生もそうだし、一般的にこう、あの、子供の頃ピアノ習ってたみたいな人がいるとね、私習ってたんだけど、もう全然できなくてみたいな。苦手意識だけがあるみたいな。で、なんかどれぐらい弾いてたのって言ったら、なんかベートーベンのソナタで、まあ、十分弾けるじゃんとか思うんだけど、なんかもう、あ、もう全然みたいな感じで。で、結構バリバリ弾く人も、なんか先生にガーガー言われてるから、ちょっとまだ人前で弾くのはとかなんかこうなってて、これこうなんか、なんか、あ、これあいい曲だな、これ弾いてみようみたいな、あんまりいないんですよね。で、僕が思うに、なんとなく吹奏楽上がりの人はね、まあ、そこそこやってきたもんだけ、なんかみんなと楽しんでるなって感じするんですけど。適当にやってる時期があったんですか。そうそう、やっぱりクラブでね。芸大でも吹奏楽系のって、まあ、関係なんか初めたの遅めでね。もともと中学や高校で入ってるから、クラブで一緒にやるみたいな楽しさを持ってるから、ちょっと音楽に対する感覚が違うかもしれないです。だから、あんまり一言で、逆に声楽なんか遅いでしょ。割とこう、大学入ってからどんどん上手くなったりするようなタイプだから、ちょっとね、本当音楽なんかでも随分人も性格も違うんですよ。ああ、業界によって。業界によって。あと、邦楽なんてもっと違うし。でね、ピアノバリ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 弾けてるのにね、苦手意識があって、しかもあんまり楽しいと思ってない人がいたら、ね、こうあのもしもピアノがとか言ってるおっさんにもその技術上げなさいって。ああ、つまりCO2 の排出権みたいな感じで、そうバイバイの対象できるよ。私ピアノの技術余ってるからあんたに50万円の譲りじゃない、安オークションとかで買えないんですよね。結構高く売れると思います。いいな。皆さん、あれですよね、経済の方ですね、今日は。なんかみんなすごい居心地悪そうなんですけど、なんか下向いたり、変えてられない感じ、もぞ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 してられる。そうですよ。いや、それ悩みは深いですよ。悩みは深い。しゃべってると。あ、そう。ただ、やっぱり一方でなかなか崩れないっていうかね、だからといって他の展開がある。トライだから、そう、あの僕の1曲目の曲を演奏してくれた、すごい天才的ギタリスト、東京音大の人の、趣味が、ね、カラオケなんですよ。でも、いますね、そういう人。結構おかしいんですよ。だから国際コンクールとかで優勝するぐらいギターを、クラシックギターの趣味はカラオケなんですよ。カラオケなんですか。で、それで僕がコンサート一緒に弾いてくれて終わったら、いやー久しぶりに楽しかったとか、何してるんやつ今頃って。それどういうギターなんですかみたいな。要するにそういうリラックスした演奏というのはなかなかないってことね。なかなかそういうモードがもうないんじゃないですかね。その理性の方が暴力が、そのこう演奏のレッスンもなんか理性でやろうとするんですよね。こう全部のことを全部なんていうのか、音楽に書かれてることから自分の体の部分から全部意識化していくっていうのに、でこううまくそれをこう制御できた方がいいみたいな感じあるんだけど、でもそれやればやるほどなんかそのなんでしょうね、ちょっと音楽がつまらなくなって、ノリも悪くなりますよね。それも研究全くそうなんですけど、しっかりとした研究ね、こうなんか技術的にとか論文があって、やればやるほどつまらなくなる。まさに東大論文作法ってありますよね。ありますよね。だから見てると、ね、本当に批判されない論文を書くことに一生懸命になってて、何を書きたいのかわからない。でもなんか穴がないから批判もできない。そう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 、批判だけはされないみたいな。でも別に何もないみたいな。何もなかったら批判されなくて一番いいんですよね。でもちょっとそういう感じになっちゃうかもしれない。すごい、だから東大でね、なんかある学生、面白い学生いたんですよ。それで結構あの元気で体大きくて面白いやつだったから、自分で面白いテーマ、面白いことできる君とか言ったら、なんか2年ぐらいして、修士のない、1年半ぐらいですかね、修士のなんか指導の時にですね、中間指導みたいなやつ見たら、なんかすっげえもうこんなんなってて、顔がしょぼうになってて、しょぼうになってる。それですっげえつまんない、なんかことをやってるんですよ。お前最初あんな面白いこと言ってどうなったの、こんなつまらないことなんで言うわけとか言って、うわーとかやったんですよ。そしたら終わったらその指導教官の先生がね、あのね、やっとここまで持ってきた時になんてこと言うんだよって言ったらね、どこに持っていっとるやん、こいつは。あー、要するにそのちゃんと目をへし折ったんだ。そう、一生懸命へし折ったのに、もっと戻すなって。だから僕ね、それと同じプロセス、朝日新聞社でね、死ぬほど見たんですよ。でも若くてね、大学出て、あの新聞社入ってきた時は実にクリエイティブでね、発想豊かでなやつが10年ぐらい経つと、その上司に怒られまくって潰されて、全く役人のような何もしない、体型だけは太ったこう役立たずになってくるんですよね。だからね、なんかそういう、なんですかね、こう神田分けしていくというかね、すりつぶすというかね、
そういうこう、まあよく定期に当てはめようとするっていうでしょ、それですらないんですよ。朝日新聞の記者として定型になったら何がしかジョブスキルが身について、それでその人が世の中、例えばジョブスキルを持ってジャーナリストとして渡っていけるかというと全くそんなことはない。日本の新聞という記者クラブシステムという極めて特殊な業態の中でしか通用しない、そこから出すともうあの魚を自ら出したみたいに死んでしまうような。銀行全く同じです。あ、銀行全く一緒、うん、銀行もだからその日本の大銀行という中でそのシステムを作動させるための技術のみが成長するんですよ。それシステムを作動させるための要因になって、うん、そうなんです。それで金融に関しては何にも知らないんですよマジで一応安富さんの融資もらった人とかいるんじゃないですか。いや私、うん、僕はねちゃんと金融を勉強してたんですよ。うん、だからもうだから僕勉強して金融とはどういうものだとか、うん、こう貸借対照表でこういうとこでいろいろ勉強してある程度理解して、ペンストとかマルクスの資本の第2巻とかがあってそれです、ね、資本の運動っていうのをベースにして理解したので、僕はそれなりの理解ができたんですけど、うん、みんなマルクスの資本の第2巻読んでないから読んでないから読まないでしょ、読まないでしょ、読んでないでしょ、だからその分からないんですね。だから伝票をこっちからお金出してあっちに入れるとか言ってるんですよ。あ、はいはいはい、何を言っとるんだと、お金出したらしいよって勘定科目の振り替えとお金を出せるんだって違うのみたいなレベルですよ。あ、なるほどね。で為替の送金とかがどのように行われるとか理解してないんですよね、うん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 、でそれでね ある開発銀行の出身の学者の人が、うん、ある時開発銀行勤めた時にこうシンジケートローンってやるじゃないですか、はいはいはい、で巨大の。それでその他のその都銀の人にね、うん、御社ではどういうふうにこういう案件を審査なさってるんでしょうかって言ったら、ふざけんなこらって言って、君ら政府系やから暇やから審査なんかできるけどな、俺ら忙しいから審査なんかできへんのやとか言って言うたら絶叫しちゃったんですって。はぁーって都銀の人が都銀の人がで、それでえーとかってびっくりしてだったんで、いやほんまにできない、そんなことやってる暇なんかないですよって言ったら、あれほんまやったんですねとか言って、審査せんで融資してるんですか。そうです。だからそれは全部政府系の銀行に審査をお任せしてるんですよ。ああ、バブル時代の話でしょ。いやいや最近の話ですよ。最近の話ですよ。はあ、だからその金融とかそういうのないですよ。ああ、でも全部そういう感じですよね。全部そういう感じそしたら専門家はそうでしょ。だからこの間の原発事故で出てきた、うん、原子力の専門家ってね、あれね基本的にみんな全員原発のこと知らないんですよ。なぜかというと原子力の人が研究するって高速増殖炉と再処理の研究なので、基本的にお金がつくのがね、うん、だから全員高速増殖炉とかも研究してるんですよ。なるほど。で高速増殖炉で問題になるのは核反応じゃなくてナトリウムの取り扱いなんですよ、うん、だからほとんどの専門研究者は金属疲労とか、うん、そうそう、流体ナトリウム、高温ナトリウムの流動とかの専門家なんです。そうそう、流体力学やってるよね。そうそうそう。で単に原子力学科にいるだけなん で、うん、でしかもですね、昔のそんな古い原子福島の原発のなんてそんなもん何の興味もないので何の興味もないどころか、僕は斑目春樹さんにインタビューしたから間違いないんですけど、原発が暴走したっていうので斑目春樹さんが原子力安全委員会の事務局に必死で駆け込んで福島第一原発の図面を探したらなかったって言ってましたからなかったんですよ。図面がないっていうのはどういうことかっていうと、発電基準発電機がどの位置に設置されてるかっていうのが分かんないんですよ、東京にいたら。だから水没したって言われて、なぜ水没したのか分からなかったって言ってましたから。そんな状態ですよ、専門家っていうのは。だから基本的になんか原子力で、それである理系の学生だった人が食えないからね、うん、原子力学科に就職しちゃったんですよね。それで、はい、1年間原子力来たからって原子力も勉強した結果、うん、頭狂いそうになったんですよ。はちゃめちゃやられて、そのみんな原子力学っていうものが、うん、もうだないと、要するに原子力そのものは分からずに、もう理解不可能、すごい細かい細胞とかみたいに勉強したんですよ。そしたら原子力学っていうのは勉強不可能だと思いましたから、うん、さっきね、日本原子力発電って4回しか破壊実験してないと言われたけど、あれはもうちょっとね訂正したいのは、アメリカ人は国土広いから砂漠の真ん中とかでね原子炉の破壊実験って死ぬほどやってるんですよ。原子炉の破壊実験はしてるやってるやってる。でもそれ核エネルギー暴走さ実験はやってませんよね。ね、あれとかやってる、制御棒をいきなり引っこ抜くとどうなるかとか実験はやってる。はいはいはい、それは一種のなんて急激な核分裂が起きた時の爆発とかを、まあ、やってるんですよ。でね、
そのデータをというか、まあ原子炉って暴走するし爆発するよなっていうことを含みで原子力発電やってるアメリカ人と、そんなことやらずに上積みだけ技術をもらってきて事故なんかありえないって言い続けた日本人と、どっちが僕は技術文化としてね、そこが深いのかっていうことを僕現場で見て分かってしまったんですよ。交通事故起きない前提でドライバー、ドライバーやってるようなもん。この車は交通事故は絶対起きません。そう、いや僕、ね、言ってるドライバー怖いですよ、ね。そうね、あの砂漠の真ん中のね、暴走実験の後って見に行ったんですよ、実際に車を運転して。そしたらね、50年前か60年前に原子炉を爆発させたところっていうのは、ね、まだその線量計もちょっとガリあのビーって赤いなるんですよ。で間違いなくそこで、あの要するに大気の中で核暴走が起きてるんですよね。そういうことをデータを取って、なるほど放射性効果物ね、こういうふうに流れるんだなみたいなことを彼らもデータで持ってる、日本人ってそういうの全くやってないから、そこが浅いですよね。だそういうことを研究するのはゼロですね。ゼロ、本当にね、原子力防災やってた人がほぼゼロだったもんね。事故が起きないとしか言わないしね、本当に怖いですよね。起きたら困るっていう意味ですからね、立場上困るんですよ。立場上困る。私の立場はどうなるんですか。そうなんですよ、起きないっていうのは、起きたら俺困るっていう意味なんですよね。だから福島の事故は起きてないんですよ。あー、なかったことになる。なかったことになる、立場上。なんか質問を受けてるはずだったのか、すみません、まだなんか喋りたかったので喋りたかったので、4分33秒になりかかったので、ね、質問してるじゃあそんな感じで、そうですね、最後に最後なんか片岡さんに締めのエンディングテーマを出してもらおうかな。はい、じゃあ片岡さん、はい、すっかりぶちゃぶりじゃなくてぶちゃっと準備されてるもんですか。いや、してないですよ。まあでもなんかだから、お、始まった。そのままこうチラシっていうか告知に載せるって書いてあって、けっすごいやらかし自分が言い出したんですけどね、なんかこうね、あのまあもうおっさんになっちゃうとね、人にどう思われるかもあんまりよくなってくんですけどね、はい、だけどね、なんかねこう自称音楽家ってすげえこう自信のない下手でみたいな感じがして、はいはい、ものすごいこうね嫌な感じがして、はいはいはい、ああ六根なし子さんこういう気持ちだったのかと思って、そうですね、えー
であんまり辛かったんで、もうあの彼女さとりあえずは釈放されてよかったんで、僕自称取ろうと思ってます僕もよく自称じゃない人って言われますよ、ね、ああそうなんですね、うん、でもね彼女はあの貢献力から自称ってこうお墨付きいただいたわけですから、そうですね、何でしょうね、こうお墨付きの自称芸術家ですね、あで僕は自称の自称芸術家、自称自称あもうそれぐらいになると難しくてわからなくなります、アホですからアホを舐めんなよ、いやアホを舐めましょう、舐められても平気だよ、セーブコード、ライブハウスで、セーブコード、セーブコード、壮大セーブコード取るっていうまたなんかね、うん、野望が先ほど出てましたね、うん、ライブハウスでトークライブやってみたいな、ね、ということで、どうもありがとうございました、ありがとうございました、じゃあ皆さんお気をつけて家に入り着くまでが演奏ですから